やっぱり愛ね、愛が一番尊いわ。慶次郎の夢とは正義。皆様どうもこんばんは。6月の今日は27日でございます。時刻は午後7時を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ今日はですね、気温が低い割にはですね蒸し暑いということで、とても慶次郎さんムッシムッシって感じでございますけれども、ヌバタバ Z 始まりです。ということで今日ね、なぜか冷房の方もいきや隣にはね、こんな方が来ております。ということで4ヶ月のぶりの登場となります。自己紹介をどうぞ。4ヶ月ぶり2月14日以来の登場でございます。大阪は堂山からはるばるやってまいりました。42歳、女狂い咲きヒロプーことヒロコグレースドピュッシーでございます。どうも久しぶりです。もう今日もですね、なんとねヒロプーさんの萌衣では2人が喋ってるところ、はい、ね、喋ってるじゃないですよ皆さん、喋ってるところね、喋ってるところですね、はい、もうお届けしております。皆さん、ね、おかまの皆さん見てますか。本当でも4ヶ月ぶりあっという間だった。でもあっという間だね。あと6ヶ月経ったら子供もね生まれちゃうみたいな感じですけどね。大丈夫あなた、子供とか入ってないから。なんかねまたリバウンドしてしまいでも最近ちょっと夜ねご飯の代わりに豆腐を食べる、うん、豆腐ダイエットをちょっと始めまして。無駄よそれ。いやいや、ちょっとはやっぱり変わってくる。あ、そうなの。そう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 。ということでね、あのね、うん、まああの隣にねそんな巨漢の巨漢ね、うん、巨婚じゃないですか。巨婚よ違いますあんたね言わしてよ。ちょっとそこに誰もわからえわかるってば梅ちゃんも笑ったでしょ。のんけなのに。のんけなの欲しいはずよ欲しい言うなあら、何ね、いえいえ、本当にこの大きいマイクの前で今話をさせていただいてるんですけれども大きいって嫌ですよね。すごくないこれ。ほらうん、すごいね。やったんこれ見えない人はちょっとあれだけどね。だからね、ヒロップね、まだね、はい、7時なの。あ、ほんまや。ファミリー層が聞いてるのよ。そうよね、1時間繰り上がったんですもんね。そうなのよ。でも繰り上がってもだいぶ経つもんね。だいぶ経つんだけど、まあ、うん、内容的にはそんなに大して変わってないんだけどさでもケイちゃんあれよ、4ヶ月でしょ。だからほら昔からもちろん聞いてくださってる方っていっぱいいらっしゃると思うんですけれども、やっぱりねほら4ヶ月か会うと、あ、うん、開くと、うん、やっぱり自分もほらちょっと緊張もちょっとしてるし、どこがし、あとほら聞いてくださってる方もさ、そう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 、ヒロプーって誰ってやっぱ緊張されてる方いらっしゃるかもしれないじゃない。そうなの。だから知らない方っていうか、はい、あれ誰なんだろうヒロプーって何ってね、はい、おかまとか。おかまです。おかまですまずそこはもうすぐ聞いていただければ分かると思いますけど、ね、分かると思うんですけども、はい、簡単にさあ、あのじゃあヒロプもこの4ヶ月間のこのブランクで、はい、やっぱうちの番組って結構ね、結構こうあの入れ替わりが激しいの。入れ替わり激しいよ激しいのなことない、まあ、なことない、うん、あの番組と違ってうち結構根付いてるから。あ、ね、でも根付いてるよ。だってさ、そう、私が初めて来るようになってからもうどれぐらい経つ。1年半ぐらい経つよね。経つ。まあじゃあ梅ちゃんと知り合っても1年半ね。だからそこに振るなっちゃうの梅ちゃんはのんけです。のんけです、はい、でもねかなりグレーゾーンかもしれない。あら、そうなのそうか、ねえねえ、何、おばはんか。おばはんよあんた大阪のいや最初さ自己紹介でちょっとこう、うん、渋く行きたかったけどやっぱ無理ね、うん、無理あなたが引き出すのよ。違うそれ違うでしょ。いや皆さんそうなんですよ本当に。最初さ、なんかえーって始まったからさ、うん、どうしたんだろうと思って、何この子立ちぶってるのと思っちゃったんだけど、立ちです。違うでしょまあそこはグレーゾーングレーゾーンってことで、これもグレーゾーンよ。でも本当皆さんね、ヒロプーと申しまして大阪から来たんですよ。そうなんですよ。大阪の堂山のドブ板通りで生まれましてそんなないですけどねないですよ、はい、ドブ板通りって、ですね。ケイちゃんとはね、もうちょっと本当長いお付き合いさせていただいてまして。そうなんですよ。たかだか1年半ぐらいのやつ、ね、2年ぐらいじゃない。2年ぐらいかな。めっちゃ長くない。長くない。入れ替わり早いんですよやめてそうだ、あんたの男関係じゃないんだけど、まあ、置いといてで、はい、まああの一応ですね、堂山にあります、ガルフっていうあのゲイバーですよ。そうなんです。
ドバーです。塾長か、はい、そこの、まあ、週末の、ね、スタッフをさせていただきながら、はい、やだ見せ子って言えばいいのに、私スタッフってあんただってほらのんけの方って分かる、あ分かんない分かんない分かんそうだよね、ヌメちゃんも最近分かるよ、分かるようになってると思う、感化されてたからね、そう、そして昼間普通に会社勤めもしてるんですけれども、うんうん、まなんかね OL ね、OL ウォーエルみたいよ、ウォーターオーエルみたい、ウォーエルみたいな、お水水浸しな感じで仕事してます。はい、でまあそれでね来るようになりました。見た目はまあなんかこう髪の毛短くて今さっきまでちょっとこれかぶってたんですけど、うん、そう帽子かぶっててね、なんかハワイ帰りの坊さんみたいな感じだよね。そうでなんかちょっとおひげ面な感じでまあちょっとガチムチな感じみたいな言わしてよっていうかさ、はい、ガチムチのあなたって今、はい、何キロなのリバウンドこいたって言ったけど今、あでも、うん0.1 トンはあるかな。0.1 トンあるでしょ。やっぱりその辺がこうすごくなんていうのかな、自分の中ではゾーンというか、うん、0.1 トン前後をこうさまよってる感じなんですけどね。身長があるのよ。そう無駄にでかいの。3メーターぐらいあるの。どんだけでかいの。ないですあれ前でもそんなこと言ってたよ、ね、言ってたでもね、うん、なんだっけ178センチです。178センチです、はい、そうなんですよ。そして0.1 トンぐらいですね。前後ですね。ということでそのヒロップをね今日はね、はい、交えてのお届けということでございますけども、もう本当楽しみにして昨日も寝られへんかったわ。もうここ来んのが楽しみでしょうがないの。でもほらほんまやね、それさ梅ちゃんに会いたいだけなんじゃない、それって。まあちょっとねもうちょっと太ってほしいよね。いやいや皆さんにほらやっぱりね、うん、会いたいわけだって、ほらいっぱいだってお手紙とかファックスとかいただいてるじゃないですか。お手紙とファックスじゃなくてメールをいただいてるのよ。そうメールでした。でも昭和やね。昭和やお手紙お手紙とかファックス、ファックスもギリギリぐらいの感じだけど、ギリギリよね。今メールよ、メールやね。本当にもいただいてますよね。そうななんかね、はい、ツイッターからもねもうすでにね今日ヒロプーちゃん来るんですか、まあ、ありがたい。あんた何が目的、はい、何が目的なんでしょうか。あの FM たじみの、ね、レギュラーが目的なのかしら、もしかしてそれでも素敵な人生よ、ね、そうよね。大阪からちょっとさ、あのちょっとたじみまであのラジオで喋ってきますって、おしゃれよね。今も言うてるよそう、ね、今も普通に言うてますけど、いやだ、ね、やっぱレギュラー狙いね。いや、まあ、それが刑事の臓器狙いなんじゃないのそれって。まあちょっとやっぱりさ密かに燃えてるということで、もう本当にいただいててさ、はい、あのね、はい、これね、岐阜県の水星からゆかり、はい、ゆかりちゃんからいただきました。ありがとうございます。ケイジローさん、ヒロプーさん、こんにちは。はい、わわ、お久しぶりで、ヒロプーちゃん、はい、何してたの？準レギュラーの座を狙ってるって噂だけど。だけどちょっとこのゆかりがさ、あれじゃないの、もうこの子準レギュラーよ。なことないなことない、なことない。なんか多分ね、あの7月ぐらいにね、あの FMPP の DJ が3人ぐらい毒殺されるかもしれないねこのおかまにね、このおかまに毒殺されるかもしれないよ。怖いわね、怖いわね、すごいね。秋のレギュラーいきなりあんた3本ぐらいレギュラーになってるかもしれないよ素敵。でも刑務所の中からちょっとみたいな感じになるんじゃないですか刑務所の中、私絶対自分の手は汚したくないのよ、そういうのって。そうよね、嫌なの。自分にやれってこと、それってあんたやらしい。そう、影でこう人をこう操作したいタイプ。怖い女よね。ガルクの営業もそういう風にやってるのかしら、ほんとね。タケちゃんとか教えて、ほんとにタケパンダちゃん今今日聞いてくれてるからね。もう本当皆さん、全国の皆さん聞いていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、もう刑務所で行きたくないわっていうからさ。行きたくないわよ。そうよね。いやよ。でもどうするの清水健太郎さん。あの人また捕まったんだけどさ。私でもさ、うん、一番最初にいい男って思ったのが彼よ。うん、え清水健太郎。生まれて4歳ぐらいの時に。あ、だからあんたさ健太郎カットしてたのね。あった時してないし。いやでもさ失恋レストランっていう歌があったでしょ。あった。あれ見てさ、なんか男の哀愁っていうか、まあ、うん、皆さんね、生まれたとこから私もホモなんですよ、うんうん、あそうね、男の人しか目がいかないのね。だけど清水健太郎一番最初にこうテレビで見た時に、そう、私さお風呂上がりで4歳ぐらいキャーって走り回るでしょ、うん、ちっちゃい時に。でもテレビのブラウン管の向こうに清水健太郎がいた時に、うん、やだって隠したの。いやいやいや本当にバカじゃないやんた。でもさ当時さ、うんうん、キャンディーズとかさ、ひとしバレるわ ね向こうで歌ってて、こっちがさオールヌードっていうかさ、はいはいはい、でも全然恥ずかしくないの、うんうん、だけど清水健太郎はこっちが見えてると思ってて、うんうんうん、もうすごい恥ずかしかった記憶があって、ね、あれこの感覚って何みたいな。で私の人生ってさ絶対壮絶なものになるって思ったら今よ。あ、なるほどね。ある意味清水健太郎ってかぶる壮絶って意味でかぶんのそれまあでもだって清水健太郎さん、ね、今さだって自分の住民票ってさ、あの、うん、警視庁の中のさ住所になってるらしいよ。もうダメよね。もう違う。まあそんなね、はい、ヒロプーとね一緒に今日は2時間お届けするわけですけれども、はい、なんと8時台には、うん、あなたも、うん、クリスマスのショータイムで、うん、真似をしたという、はい、ね、振り付けをやったという、はい、
伝説のアイドルグループ、はい、あのイオちゃんのセンチメンタルジャーニーのバックで踊ってらっしゃった2人の可愛い女の子ってね、あの言えば皆さんあっと思い出すかもしれませんけども、なんとそのアイドルグループキャプテンから、はい、北沢清子さんがなんと電話ゲストで登場してくださった。すごいよね、お話できるんでしょ。私もテレビの国からキラキラ踊ったでしょ。もうそうキラキラ踊ったでしょ。踊りました。掃除姉さんとコニーちゃんタンタ今唾飛んだよで3人でもう大興奮よ。お店でイベントで踊るんですよ、年に1回だけ女装が許されてるって感じ。違うでしょ、趣味女でしょ。何言って、違いますよ。でも本当にでもそれで踊った、で私とポジションが一緒の場所だったの。そうなのよ、うん、向かって左っていうの、向かって左なの、画面向かってね。そう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 、あの針型持ってイオちゃんの隣ね。はい、あの針型持って姉さん歌ってましたけど真ん中でね、マイクの代わりに、はい、その隣で歌ってたポジションがちょうどヒロップなんだよね。そうだから私キラキラはねまだほとんど完璧に踊れるなのよ。いやどうしよう、どうしよう、それ偶然というかすごくない？偶然というかね、運命、運命かしら、デスティニー。そうかもしんないよね、はい、あ将来的にさイオちゃんのさね、なんかこうライブとかであなた踊ってるかもしれないからね、コニちゃんと一緒にすげえやな今すごい絵だな、すごい絵だな。でもねそんなね北沢さんなんですけども、はい、最近ねウォジョレッジというですね、はい、ウォーミングアップと、はい、そしてジョギングとストレッチを組み合わせた、はい、あの痩せ体質を作るためのダイエットムック本っていうのを出したんですよ。DVD ってその本が合わせたセットになってる、うんうんうん、でそのねがね6月の21日に発売になったんだけど、これがね三木亮介のねちょっと、インチキ臭いロングブレスダイエットより今すごく話題がねすごく出てるの、すごい、ね、急上昇。うっそ、ちょっとこれ欲しい。痩せたいの、痩せたいでしょ。痩せなきゃダメなの、お腹周り。あんた水着になるときどうすんのよ。 CA の制服が入らないの。そうなんです、私ね皆さん CA なんですプライベートで年に1回だけ許されているし、キャビアテンダントのこの子そうそうそう、バスツアーでね、海のバスツアーで CA を毎年やるんですけど、うん、そうなんだよね、今年の制服はもうすごいの。あのこれ CA ね、この CA っていうのはなんか制服がすごいのっていうのは、うん、皆さん何のことかと思うかもしれませんけど、そう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 、お店で毎年、はい、海のツアーね、やってるんです。はい、お店のメンバーで40、今年も5人ぐらいかな。すごいよ、バス1台で行くんですけど、でもそれはバスなんだけれども、うん、皆さん飛行機で空を飛んでいるかのようなお振る舞いをお願いしているツアーなんですけれども、その時にこの子がキャビンアテンダント、はい、そうなんです、はい、うん、でその制服がもしかしたらこれ以上太るとキューキューなのよ今のほんまにやばくて、でベルトがさ、なんかこの間うちのママのコニーちゃんとさベルト合わせしたら、うんうん、もうね無理、1センチぐらいしかちょこっとしか出ないのよ、やばい、ね、一周回して、うん、でねなんかその素材的に引っ張ったら2センチぐらい伸びるの、うん、だから伸ばして、あなたねストレッチ素材のを履いて満足してたらもうね、もうどんどん太ってったらやばい、そうでしょう。だからもうちょっとそのダイエットのやつ気になるわ。気になるでしょ、痩せたいということで、もう今日はね、はい、8時台に北沢清子さん、はい、アイドルの時代のいわゆる裏話から、はい、そのダイエット本の話まで、はい、いろいろお伺いしていきたいと思いますので、8時台のね、はい、ゲストコーナー、電話ゲストコーナーの方も皆さんねご注目っていうか、もう絶対聞いていただきたいと思います。はい、さてファックスなんですけども、はい、ひろぷーちゃんいきますか。ファックスははい、05、上だよね、上かよ、はい、多治見0572-24-7630、はい、24-7630までお願いいたします。はい、メールは info@fmpipi.co.jp、はい、info@fmpipi.co.jp、 そしてツイッターからも受け付けております。はい、シャープヌバタマ Z、 シャープヌバタマ Z でじゃんじゃんお待ちしております。はい、お待ちしてます。ちょっとうちさ、はい、オープニングね、ナミエちゃんがかかるなんてこと絶対ないのよ。そう、そうなの。え、この音って何でこれ選んだの私がよく歌うからです。いやいや、でも本当によくこの歌大好きなので、いい歌だよね。でもナミエちゃんね、プロモというかカラオケでプロモが流れて、うんうん、それもなんかその東京の代々木公園とかね、うん、あ、そうなの、あの辺をこうプラプラ歩いてたり、うん、そしたら急になんかパリの街角になってたりみたいな感じで、ーコート着てずっと彼女が歩くわけで、私はそれ見て歌うっていう感じ、うん、なんかさ、そうなの、本当この子ね昭和のドガマっぽいですけどもね。でもさっきさ、これちょっと僕が歌ってたらさ、昭和っぽいって、なんか歌い方が昭和っぽいの。でもこれってさ、そのリズムの取り方が平成の人と昭和の人が違うんだよね。そうそうそう、 そうそうそう、それテレビで言ってたってあれやけど、ね、うん、そう、後吐くか前吐くかでしょ。そうなの、だから自分はでもどちらかって言ったら後ろからなんかリズム取る方よ。じゃあなんか後吐くってことですよ。ずっちゃんずっちゃんみたいな、だから平成っぽい感じ
あでもほんまあ、いいわよ。曲終わったわ、ちょっと紹介して、紹介。何をよ。アムロナミエの。はい、それでは聴いていただきました曲、アムロナミエのベビードントクライでした。あ もうね、続々とメールとかね、メッセージいただいてるんだけれども、なんとね、何、作詞家の佐藤純子さんっていらっしゃるじゃないですか。今井美樹さんとか、はい、夏を重ねてとか、うんうん、いろいろ書かれてた、浅香唯ちゃんとか、うん、南野陽子ちゃんとか書かれてる作詞家の先生からメッセージをいただきまして、今あのフェイスブックから、今来てるよね、なんてフェイスブックから、ちょっとなんてヒロプーちゃんに会いたいって、いやー、ちょっと待って、会ってみたいわって、ほら佐藤純子さん、ヒロプーちゃんに会ってみたいわ、会ってみたいわ、やだ、ちょっと連れてって東京、いやよ、あんたみたいなさ、クソゲーム連れてこなきゃ、ちょっと私でもさ、去年の9月から東京全然行ってないもん。あ、そうだそうだ、なんかのお友達の周年パーティーで、あ、そう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 です、だからね、18年ぐらい東京に住んでたので、そうなの、この人ね、18年ぐらい住んでたんですよ、2年半ぐらいにな前に大阪に戻ったんですけど、うんうん、やっぱなんか東京もなんか里帰りって感じをする、そうだよね、会いたい友達いっぱいいるけど、ね、なかなかね、何それっていうのはやっぱりこう、うん、そうだね、考えてみて18年うん、間いるっていうのはもう人生の半分くらいいたわけだもんね、うん、東京にね、そうだよ、うん、はい、でも大阪も大阪でやっぱ楽しいし、うん、だから揺れ動く感じかな、うん、行くとね、帰り寂しくなるのが嫌なの。あー、そう、わかるわかる、寂しいんだけど大阪にも戻りたいなっていう、その揺れ動く気持ちっていうのかな、うん、分かってほしい、ね、誰に分かってほしいのそれって皆さんよ、皆さんよ、ということでね、はい、いっぱいいただいてるんですけれども、はい、ほんとなんかね、あんたにね関するメッセージもたくさんいただいてますけども、それはねちょっとね後ほどまたご紹介したいと、はい、ますけど、あ、落ちたわ、はい、はい、コーナー説明のコーナー行きたいと思います、はい、そうですね、この後はですね、刑事の気になる出来事ありまして、はい、フリーのコーナー行きます、はい、そしてなんかちょうだい、そして超こんな〇〇をやるパート2なんですけども、はい、多分これフリーになっちゃうかな、なんて感じがしますねそうね、そうね、コーナー潰し、そうそうそう、コーナー潰し、あんた特にそうだからね、はい、そうですね、そして8時頭なんですけども、刑事郎の噂になりたい、はい、本日の電話ゲストは伝説のアイドルグループキャプテンから北澤清子さん出演していただくことになっております。楽しみです、楽しみだよね、本当、うん、楽しみにしてきた、うん、だってね、うん、うちの番組ってそのいわゆるアイドルの方がたくさんこうご出演していただくんだけど、今回このね、うん、キャプテンの北澤さんがご出演されるなことになった契機は、あの桑田靖子さん、桑田靖子さんからメッセージいただいて、うん、今度そのキャプテンのね親友の清子が、はい、あのムック本ということで、そのウォジョレッジっていうね本を出すので、はい、その宣伝も兼ねて、あとアイドルの話、慶次郎さん好きだから、うん、番組にどうかなっていうことでメッセージしたの。すごい、じゃあ友達の友達みたいな感じで、そう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 、ちょっといいともかしてな、いいともかしとるでしょ、まあ多治見でいいともか、いいよね、いいよね、いいでしょ、いやだ、どうする、電話でほらテレフォンショッキング、そうよ、まあ、私もじゃあ友達の友達連れてきましょうか、もうみんなオカマでしょそれってもううちオカマがアイドルしか出ないみたいなね、そうだよ、でもそれはそれでよくない、うん、そういう番組があってもいいと思うの、そうそうそう、だって今さラジオってそれも多治見ってさ、うん、日本の中心ぐらいじゃないの、うん、だいたいそうやね、でそっからはもう今全国に発信できるわけじゃん、サイマル放送とかさ、そうだよ、それでさまたアイドルブームとオカマブームよ、本当にだから一緒に共演したのどう、いやいいわ、ヒロプーと一緒になんかセンチメンタルジャーニーをこう、ね、一緒にこうキャプテンと踊っちゃうとかさ、やりたいよ、イオちゃん差し置いて、やりたくないそれ、差し置くん、差し置いてでご本人登場したりとか途中でね、いや、いいかもね、いいかもね、でもほんまそんなん夢やわ、夢だ、でもさ、うん、夢を現実に変えていくのよ、そうよ、やっぱりドリームズカムトゥルーよ、そうよ、もう怖いものないのよこの年になったら、そうなんだよね、なんかね年取るとねどんどん自由になってくっていうか、もう好き勝手なこと言えちゃうよ、ね、そうそう、だから今若くて苦しんでる、何かね苦しんでる人たちも、絶対もう40とか行くと、もうね、いろんなことが通るし、そう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 、もういいかなと思っちゃう、ね、そうそう、で何か言ってもちょっと説得力出てくるし、出る、でもあんたね、なんか説得力いまいちないんだよね、ないのかしら、そんなことないな、ことそう、うんうん、まあね、でもそれって絶対ある、年重ねるってそれはさ、そうそうそう、嫌な部分って当然あるけど、あるけど、でも逆にこう、うん、本当にさ好きにこう動けたりとか、そうそうそう、好きな友達とさ、なんかこ う, そ う, そ う, そう会ってさって自由にできるっていうのもあるよね、だからやっぱ今が一番楽しいかもしれん、あの本当そういうね、うん、あのこのオカマ2人見てさ、そうやって思ってもらえれば本望じゃない、うん、そう、一人身もなかなかいいわ、そう、セルフエンジョイよ、セルフエンジョイねセルフエンジョイしようっていうことに、自分たちのテーマはそうだよね、セルフエンジョイ、私たちセルフエンジョイしてますみたいなねそうそう、もう一回行こうか、私たちセルフエンジョイしてますね、せーの、私たちセルフエンジョイしてます
いいよね。梅ちゃんもできる子でしょ。すごい。なんだっけあのブなブじゃなくてなリバーブリバーブかけてくれてさ。うまいよね。そうね、ありがとうね。ありがとうございます。ね、やっぱりこの番組さ、やっぱやるべきだと思うね。はい、秋からワイド番組、ワイドカード。やってほしいね。そうよ。なんかぶっ通しでなんか喋り倒れみたいな。そう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 。だからさ、一人ずつ人数が減ってくるのもう喋れないとか言ってたでも帰れま点的な帰れま点的なねいいよね。でもわざと帰れないようにさ、ずっと喋ってるでしょ。喋ってる喋ってる。いやだってさ、先に帰ると、うん、なんか帰った人のことって言うやん。言われるよね、あの人さ。ほんとすごいな、もうね、帰られへんとか言われるよ。そうそうそう。だからさ、お店で飲んでても朝まで帰られへんねね、ガルフですね。そんガルフじゃなくて他の店よ。ガルフは違うわ、違うよ、全然違うのよ。いいお客さんばっかり。本当に写真見たでしょ。いい男いでしょ。いい男だよな。これ本当なの、梅ちゃん。まあ梅ちゃんに言っても、梅ちゃんに言ってもそうそうそうだけど、分かんないけど、本当うちはすごいんです。レベルが高い、うん。ありがとうございます。本当にだからね、あの一回行かなきゃって思ってんだけど、ね。本当よ、来てくださいね。さてそういう感じですね、はい。ゲストコーナーありまして、フリーのコーナー挟み、はい、エンディングとなっております。はい、ファックスは 24-7630、 イメールは info@fmpipi.co.jp、はい、そしてツイッターからも受け付けております。シャープヌバタマ Z、 シャープヌバタマ Z でじゃんじゃんお待ちしておりますよ。はい、ケンジローの気になる出来事。はい、ということで時刻の方はですね、もうすでに、はい、7時3、27分を待っております。はい、ちょっとメールをこれ紹介しましょうかね。もう27分経って、そうなの、早いでしょ。メール、はい、この辺ね、その辺、はい、これいきます。え、今私たちどこ行っちゃった？はい、はい、これ行きましょう。はい、それではですね、ヌバタマ Z、 あ、違う、これってこの人名前、 名前こっち、あ、ラジオネーム茨城の女さんからいただいてます。というか茨城県で聞いてくださってるってことですよね。ありがとうございます。ヒロプーさんとケイズさん、コンビ楽しいでしょう。はい、安室奈美恵ちゃん素敵な歌声。この前テレビでピアノの弾き語りの PV を見ました、うん、これまたロスでの素敵な映像だったっていう風にいただいてます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。奈美恵ちゃんピアノとかも弾いてんだ。わかんない。そうなの。そうなの。新曲は弱いのうん、まあ確かにそうね、そうね、頑張ってベイビードンとくらいから。さて、気になる出来事でございますけども、ケイジローの気になる出来事をご紹介するというコーナーでございますけれども、どこ行っちゃった、どこ行っちゃった、あれメールしか持ってきてないの、もしかして、あ、こっちか。はい、あります。ですね、こちらとお届けしましょう。熟女バー、超熟女バー、売春クラブ摘発、平均年齢63歳、年金受給者もということで、熟女専門と謳い、平均年齢が63歳の女性16人に売春させたとして、警視庁保安課などは26日までに、はい、豊島区高田の風俗経営者、63歳女性ら2人を逮捕したと。いやー、何それ、ね、まず熟女バーっていうのがすごいよね。これ違うの、超って、あ、超か、超ってがついてるの。これでも本当に、これでもさ、超、うん、超超超熟女って書いてるやん、うんうん、なんか食パンみたいなね、超熟女みたいな感じそれちょっといや発酵しまくりみたいな感じだよ。でも63歳平均年齢、それでそういうことさせてるわけ。そう、それも、逮捕容疑は24日午後2時頃、うん、64歳の女性を台東区のホテルに派遣し、都内の自営業男性82歳に売春させた疑いすごいでしょちょっと待って、82歳に売春をさせたっていうことは、はいはいはい、82歳の人がその60何歳の人をお金で買ったってことね、まあ、そういう自動的にそうなるわね。自動的にそうなるわけ。いやーすごい、82でそういうこととか全然おできになるのかしら、うん、ね、何興味津々なの何興味津々。だってさ、やっぱりその年までっていいじゃない、うん、やっぱそういう可能性があった方がいいもん。それはさ、男性としてさ、いつまでも女性を喜ばせることができるっていうのは、そうよ、やっぱり励みになると思うもん。だってほら、添え木が行ったりしたら嫌じゃない、入れる時とかに。だ
だってそうじゃん。そうよね。そうよ。でも乾いた肌がねすごくたまらなくいいみたいなさ。乾いた肌って何？なんかこうね水分がなくてさ、心象でもなんかこう。あ、そうだね。いいあ、でもそれは全然そういう人もいるもんね。いるいる。いろんなほらあのお化粧とか、ね。お化粧とかいるからね。うちかなり今日ねすごく過激かもしれない。あ、そう？普通かな、普通普通、いつもと一緒な感じ感じ、はい、でもねすごいの、売り上げはおよそ3億2000万円ぐらいあったんだって。すごいでしょ。ちょっと待って、3億2000万円よ、売り上げがあったんだって。うそ、え、じゃあそんだけその63歳の超長熟の売春クラブで儲かるわけ、うん、そうなの。それも月に、あ、1回9000円から2万円程度で、高齢男性を中心に月に200万円以上の売り上げがあったんだって。いや、1回9000円から2万円のその差は何なのかしら。やっぱいろいろなサービスがあると思うんですけど、これはここでは自分例えて、うん、多分こういうのじゃない、ああいうのじゃないってことは言えません。言えませんね。言えません。皆さんじゃあ想像して、想像してください。ください。でもさ、はい、すごいよね。すごいね。でも、うん、自分ねこの、まあ、お金で何かするっていうのは全然いけないことだと思うんだけど、うん、恋愛っていうのはずっとしてたいと思うじゃん。してたいよ。してたいよな。してたいよ。してたんしてた。あのさっきさ、さ、うんうん、この前の番組でさ、うんうん、最後にワンツースリーワンツースリー恋が始まるとかってな、そう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 、あ、なんだっけ、いくもの係のやつ。そうそうそう。恋始まらねえよみたいな。始まらないよね。なんかなんかこういきもの係ね、係じゃなくて自分たちなんか死に物狂いみたいな感じだよね。なんかね、死に物狂い。でもちょっとごめん、ケイちゃんに今しびれたわ。なんで？うまいね。皆さんこういうのってね、本当にさ事前に打ち合わせないのよ。ないのよ。すごいわ、やっぱ球の回転が早い。違う違う、ヒロプーちゃんに言ってないの。いや握らないで、ごめん、熱いの。いや本当だ、汗っぽい、汗ばんでる。でもすごい、なになにね、うまいわ、やっぱさすが。ねえねえねえ、次いっていいですか。いいです。照れますので私もちょっと今引っ張りすぎかなと思ったけど、もうちょっと照れちゃった。いやすごいわ。次いきたいと思います。浜崎あゆみさんが新恋人、はい、白人男性とバリで同じ部屋に滞在、後東京へということですけども、まあまあ、浜崎さんなんか凱旋かしらね。凱旋じゃないのかな。でも本当に、うん、またウェディングドレス着て、うん、やっちゃうのかしら、ね、何回目よって感じよね、紅白で、うん、なんかそれってさ、それを見るたびに自分ぬかるみの女っていう番組を思い出して、昔やってた花と小箱先生のね先生あったんだけど、その時にあの誰だったっけ、星由里子さんがね、うん、私は白いあのウェディングドレスが着ませんみたいなシーンがあるのよ。なんかそれ思い出しちゃった。そう、ぬかるみの女が星由里子なわけ、うん、そうそうそう、あら、二次のワイドショーって大阪で昔あって出てたわよ。でしょ、そんな感じのそうそうそう時代のだけど、あ、なるほどですね。そういうの思い出しましたけどね。あと行きましょう。ローラ、親の不祥事を背負う必要はない、サマーズ・ミムラが秘宝ということでございますけど、あのまあ国際指名手配ということでローラさんのお父さんがね、うん、あのそんなことになったわけですけど、そうですね、これどう思う？うん、でもさ、もうローラも一応ほら成人してるしさ、そうなの、親が親でも関係ないんじゃないと思うのよ、うん、で自分もさやっぱりその、うん、子供が仮に犯した罪っていうのは親もっていうのってなんとなく、うん、分かるような気がするんだけど、うん、親が犯した罪を子供がっていうのはもうちょっと違うとは思うんだけど、うん、ただローラちゃんがさ、ポッピーとかたこ焼きみたいな、へえ、オッケーオッケーとかやってるわけじゃん、うん、でそれがお父さんが指名手配じゃん。そうだね。ってことになると、その後でもやってないんじゃない、しばらくは、うん、あ、しばらくやれないと思うんだけど、こうやって非業とかするじゃん、うん、ローラは悪くない、ローラは悪くないって、そうなると余計にはっちゃけれないと思うわけ。そう、じゃあ一回さ、だからこう、うん、なんかパーッとなんかテレビで記者会見がなんかやって、うん、そこでスパッと線引いて、わ、うん、って普通に戻った方がいいんじゃない。そうそうそう、いいと思うのと、あと、うん、あと思うのは、仮にローラちゃんがさ、こういつものバラエティのようにさ、うん、やってでもさ、なんかちょっとこう嘘くさいかなと思えちゃうんだけど、うん、でもローラかわいそう、ローラかわいそうって言ったって、第二のローラなんてみんな事務所的には用意しとるわけよ。まあそうか、だからローラがいなくなってもみんなけん、あ、次うちのね、あ、なんかあの行けみたいな感じ、アマちゃん的ね、ちょっとだと思うわけよ。あ、でもさ、なんかそのこういうローラとかの新しいニュースでどんどんこう矢口真理とかこう、うん、言われなくなっていくのね。そういうことよ、なんか畳みかけるようにね、畳みかけていくのね。そうだ、芸能界でそういうとこなのよ。すごいよ、オカマ業界だと同じでしょ。同じなの、わかんない、わかんない、私はえとか思ってあーって、そういうところで綺麗こくよね、綺麗だ。でもさそうなのよ、結局はさ、はい、新しい人が出てこれば、こう古い人たちっていう感じになっちゃうかな、まあね、うん、というふうには思うんだよね。なるほどですね。ですね、あとまあね、大した話題ではないんですけれども、はい、もう時間も時間なんですけども、うん、
本当は官僚になりたかった、今の生活はドロップアウト、秋元康告白に苛立ちが広がるということで、これはどういったものかというと、はい、秋元康さんとあと放送作家の鈴木治さんとの著書、共同の著書、うん、天職がで話題になってると、うん、話題になっててこんな告白があると、はい、この二人も大きな挫折をしてると、で特に秋元さんは昔官僚になりたかったのが、うん、はい、なれなくて作詞家になったと、はい、プロデューサーになったと、ほう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 、でその意見で今5時に夢中って関西の方でやってる、やってないんじゃない、東京でやってる、大阪やりだしたんだっけ、あそうな、知らんかったけど、分かんないんだけど、うん、その中で中村うさぎさんが本当は官僚を目指していたと、うん、でそこでドロップアウトしてるっていうのが、うん、サラリーマンでも共感できる貴重な仕事のエッセンスが、あなたの得意なエッセンスよその官僚がダメだったから、ね、まあ、作詞家になったというのが、まあ、サラリーマンの方でも共感できるんじゃないかということを書いてるらしいんだけど、やっぱそう思うんです、中村うさぎさんもそれで、うん、俺たちだって挫折経験があるんだみたいな言い方がやらしいと、そうだよね、官僚になれなかったけど人気プロデューサーになったって言い方だよねっていうことがすごく嫌だと、取れるんじゃないかと、まあ、取ろうともだ取れるわな、うん、でもどうも官僚になりたかったけど人気プロデューサーになりましたって言われるのって、うん、正直どう、まあね、まあでもほら見えない苦労とかもあるかもしれんけど ね、まあ、ねでもこの人ってほら稲垣潤一のさドラマティックレインを書いてさ、うん、そうそうそう、それで湯川玲子となんか湯川玲子だっけ、ちょっと湯川玲子さんかな、ね、うん、それで設定なんか取ったんだっけ、ちょっと忘れちゃったけど、うん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 、コンペでね、大学時代かなんかでしょ、うん、まあだからそういう、まあ運命でそういう風に来たんだろうけれども、もともと目指してたのがなんかなんてその関係なくない、うん、いいじゃんプロデューサーでもそれで、ね、うん、いいと思うけどね、でもやっぱその挫折ってことでそのほら共感値じゃないけど本を売るためにあなるほどね、こうリップサービスだったと思うんだけど、目線がちょっとね、ちょっとね違うかな、違うと思う、挫折なんかみんな知ってるやん、うん、でもそれが官僚の挫折か、なんかまた違うことだ、ね、受験失敗みたいなと全然違うしさ、そうだよね、官僚の挫折とか言ってみたかったわ、言ってみたいわ自分も、全然そうなんちゃうもんな、ねえ、なんか日銀の総裁挫折しましたとかね、言ってみたいもん自分、言うのは勝手やけどなでもあの人たち何の仕事してんだろうね、分かんない、分かんないな、もうそういうネタちょっと苦手なのバカだからごめんなさい、ということでございますけども、はい、今日も慶次郎の気になる、ね、はい、話題をお届けしました、はい、来週もよろしくよ、はい、本当ね今日ねいっぱいメールをいただいてるんですけど、はい、本当にもらってる ね、はい、ボンテンマルさんからいただいてます、ボンテンマルさん、はい、ローラ父やっほー牢屋だよだからやだよ牢屋だよっていう発音かな、やだよかわいそ そうだな、うん、でもまあほんとさ、もうローラちゃんもいい大人なわけだから、あんまりあだこうだ言ってあげたくないよ ね、正直ね、この間これ踊ったよ、うちの店のイベント、これ何、この少女隊の歌だ、違うよこっち、あローラそうそうそうこれはじゃないけど、USJ で歌ってよみんなで、そうなんの、その後でしなきゃそうだ、フリーのコーナーよこの後ということでですね、お届けしたナンバーは1985年ですね、末光敦も大好き少女隊なぎさのダンスパーティーでした、はい、帰ってきた今週残りの運勢ワースト3333333、はい、ということでヒロプーさん、はい、今日はですね慶次郎とヒロプーがお届けしております、はい、さて、今週残りの運勢ワースト3でございますけども、はい、うちの番組はですね、うちの番組は、ワースト3ケツからね3番目に悪い星座しか発表しません、そうみたいね、そうなんです、でもこれさ今まで僕ここも6回ぐらい7回ぐらい出させていただいてるけど、うんうん、僕の星座ってないのよ、うん、っていうかさ同じ日なの、あそうそうそう、同じ誕生日で、でも恵子ちゃんのが一つババアなんだよ、ババアなんだけどうるせえ一つ違いなんですよ、一つ違いなんだけど同じ誕生日、誕生日同じ、血液型も同じだよね、同じなんですよ、やった同じ性格性格はあんたの方が派手よ、はい、ということで、ワースト3の星座今週末ね、はい、3番目に悪い星座発表したいと思います、はい、ワースト3の星座は天秤座の皆さんです、はい、あなたをこれまで力、あなたがこれまで力を入れてきたことが誰にも評価されない気がして落ち込んでしまいそうな週末です、う直接声をかけてくれる人はいないかもしれませんが、見ている人は必ずいますから頑張りましょう。そんな天秤座さんのラッキーアイテムはゴミ箱、ゴミ箱、ゴミ箱、へ、過去は捨てろってことよ、南の陽子ってゴミ箱に捨てられたんでしょ昔、何それ
なんかほらある人と付き合ってて、うんうん、でなんか事故ってバレそうな時に、うんうん、南女房を抱えて、うん、ゴミ箱にバンって捨てたんだって、うん、ほら警察が来る前に、スキャンダルになるからかな。そうそうそう、なんかで呼んだよ。だどっちかやと思うのよ。昔噂あったやあの子って。あったあった、エカルスモキーしてか、その辺かな、その辺かな、うん、自分の知り合いの、うん、あのすごくすごい、え、これっていいのかな、自分の知り合いのさ、うん、あのゲイボーイもさ、泣き顔がブサイクすぎるっていうことで不倫してたんだけど、うんうん、その子は手術してたんだけどブサイクだからちって、あの金華山っていうとこがあるんだけど、そこの頂上に置いてけぼりになって泣きながら下に降りたらしいよひどくない、車で頂上まで行って、もう何で別れるのって言ったら、お前の笑顔がブサイクすぎるとか言って、その場にこう捨てられて。でも6個で下ろすとさ、6個下ろしっていう昔あったんだけどいや本当にあってんて、うまい、違う、ナンパしたね、うん、そののんけさんだけど、うん、ナンパした女とそういうことして、うん、6個に置いて帰ってくるの。いやひどいよね、6個下ろししてきてみたいな、アホちゃんアホちゃん、そうそうそう、人としてはいけないよね。なんか聞いたことある、ね、ということでね、はい、当店店の皆さんはゴミ箱にね、いらないものを、ね、捨てましょうね。はい、 FM たじみ、あなたと私のフリーのコーナーでございます。イエーイ、ということで今日はですね、ケイジローとヒロプーがお届けしております。さて、フリーのコーナーでございますが、はいはいはい、本当たくさんいただいてるんですけど、はい、ですね、こちら行きたいと思います。キングナイスさん、今年の日テレ24時間テレビは森三中の大島美雪がマラソンランナーに決まり、トレーニングしてるらしいけど、ケイジローさんとかヒロプーちゃんも出てみたら。無理だわ、42キロでしょ。え、違う、もっとか、100キロです。100キロよ。やだ、もう100キロが100キロ。無理です。100キロ、100キロってなんかシャレみたいだけどさ、無理無理、大丈夫よ。だって100キロマラソンってどこからスタートするか分かんないし、本当100キロ走ってるか分かんないもん。本当そう。ギャラが出れば考えるかな。それは痩せろみたいな。そうやんな。痩せなきゃね、自分たちもな。さて、まだまだ、ね、行きたいと思いますけれども、じゃあ、ひろぺちゃん行きますか、はい、これ。はい。はい、まず一つね、極楽ハゼさんからいただいてます。ありがとうございます。はい、0.1 トンのビッグオカマ、いいねって。いいんだったら他人まで来てくださいねえ、極楽ハゼさんね、どうぞ、はい、抱いてやってください。はい、すいません。あとこれはだから第三セクターだから、うちにそうだよね、偉い人たちも聞いてるんだから。これもいいかしら、これもいきましょう。ピコジャパンさんですね、はい、ピコジャパンさんですね、はい、はい、梅ちゃん、ケイジョーさん、そしてゲストのヒロプーさん、こんばんは、ピコジャパンです。こんばんは。どれぐらいぶり、ヒロプーさんがゲストで登場って、一体何してたの、彼氏でもできたのかしら、かっこ笑いってなってる彼氏か、はい、ということで今日は噂のおばあちゃんもちゃんと聞いてますからね、ありがとうございます。おばあちゃ ん, ちゃん、そうそう、この前ね、おばあちゃん、死ぬまでには本物のおかま2人に会っておきたいと言ってましたいや、私もそうよ、会いたいです。会いたいよね、会いたいです。おばあちゃんのお名前聞きたいよね。おばあちゃんなんだろうね、なんていう名前なんでしょうね。ジョーとかお呼びかけして差し上げたいです。でも本当にね、彼氏は全然できません。でも全然連絡なかったし、はい、連絡してたよ。あ、してなかったっけ。してないけど、あ、ちょこちょこ、ね、仕事も忙しかったんだろうなと思ったんだけど、だ、ね、シフト送ってるぐらいよねシフトをね、そうそう、シフト制、いつ出れるかなみたいな、そうそう、そんな感じなんですけどね、はい、本当にピーコジャパンさん、ありがとうございます。おばあちゃんもいつまでも元気でね。さて、こちら行きたいと思いますけど、はい、かよっこ岐阜市女、はい、こんばんは、ケンジロウさん、今日はヒロプーさんも一緒なんですね。ってことはエッチな話満載なのかしらキャー、でもケンジロウさんのブログチェックするでしょ、ヒロプーさん見るでしょ、見るでしょ、写真とか、ね、見てる、見てる、画像とか、あまりの尽くしますみたいな恋愛話から想像できないのよね、顔は関係ないの分かってるんだけどどういうことや、お二人は最近恋愛してますか、はい、私最近年下の男の子と恋愛がしたいって言っただけですけど、サイバーさん最近さ、うん、テレビとか見てる、あ、
あ、ドラマ？ドラマとか。もうね、アマちゃんとかしか見てないの。あのほら、ラストシンデレラとかって話題になってた。あ、でも見てなかったの。自分もね、見てないんだけど、うん、なんかどっち撮るかっていうことで、はい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 、年下の彼しか、はい、なんかだっていうので結構話題になってた。人生一回きりやからね、自分のいいようにって言うんちゃうかなと思うけどね。うん、でもさ、もうほら、自分たちもさ、40を超えてさ、うん、そうね、ある意味ババアな息なわけじゃん。そうね。年下の子ってでも可愛く見えたりする。可愛いね。うん、あ、やっぱそっか。可愛い可愛い。でも年上も好きだね、昔からずっと。まあ、それ全然変わらんけど、うんうん、まあ、10代とかちょっともう無理だけど。10代の子たちか。なんていうのかしら、ほら、こう、無味無臭って感じがする。え、匂いがした方がいいってこと？男の。あー、なるほどね。男性の、こう、無味無臭って感じ。でも30とかになると少しずつ男性の味がすんのよ。ね、あんたが言うとさ、すごいその味っていうのがなんか味って違うよ、そうじゃない。でもなんかこう、人間として人のね、匂いとか、うん、こう、皮膚の味というか香りとかがするのよ、うん、それがやっぱりさ、それ経験値としてね。そうそう、ね、それがやっぱり、うん、たまらない。ウィスパーボイスにしないでください。ウィスパーボイスにしないでください。まあでも年下とか、まあまあでも好きになりたい、恋したいです、とにかく。恋はしたいよね。全然してないから、ほんまに。でもさ、夏になるとさ、はい、みんなやっぱりか、なんていうの、浮き足立つというかさ。そうだね、あるよね。でも夏に始まる恋ってさ、夏で終わるとかでよく言うじゃん。秋ぐらいに秋までも、あ、なんか南の国、また南の国言ってるわ。歌ったじゃん前、ほら、秋、なんだっけ、秋からもそばに。そうそう、前ここでかけて歌ったじゃん。歌った。ヒロ君のなんか失恋のなんかコーナーの時に歌ったでしょ、歌ったかなんかしたでしょ。ね、勝手にコーナーとか作ってたっけ。コーナーっていうか、コーナーあったっけ。なんかあったあった、そんなあったのよ、うんうん、もうね、皆さんほど過去の録音聞いてみてください。でもさ、恋か、なんか昔はね、案外簡単だったような気がするんだけど、そうだよね、今よっぽどじゃないとね。うん、年下か。梅ちゃんと女の子は上がいい、下がいい。あ、下がいいね。でも梅ちゃんなんかまだ20代半ばだけどね。そうやんね。何が目的に、それお母さん目的なんじゃないの本当は。でも何かが生まれるじゃない、こう男女の場合は。ちゃんと、あ、もしかしたら将来子供だったり、誓い合うとかね、こう結婚とかね、親戚とかだったりっていう、はいはいはい、ほら、こう成し遂げていくものがあるからね、あるあるある。やっぱり目指していただかないとね。うちらなんかも何にも残らないからみたいな。だからまあ恋愛とかも案外ね、バンバンできちゃうんだろうけど。そうだね。でもやっぱこう、なんて言うんだろう、あ、なんか来てるよ、ほら、ほんとね、いろいろありがとう、恋したいねって、いろいろ来てますね。来てますよね、はい、みんなやっぱ恋したいのよね。したいしたいよな、うん、ってことありがとうございます。はい、さてこちら行きましょう。そう、ケイジローさん、実はぎっくり腰になったんですねって、ちょ心配のね。うん、大丈夫？メールもいただいてるんですけど、うん、大丈夫？うん、大丈夫？そうなんですよ。ぎっくり腰とかやったことある？もうないの。え、ないの？ない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 。うん。腰あんが強いんだね。うん、まあ別に弱くもないけど、うんうんうん、まあ痛い時はあるけどね。うん、よ、うん。ぐきはないね。そうなんですよ。ケちゃんなんか最近毛が多いね。毛が多い。ちょ、骨折ったりとか。溝落ちてね。そう、溝に落ちて骨折ったりとか。うん、そう、ぎっくり腰で本当ちょっと痛いんですけど。大丈夫ですか？そう、ヒロプにね、3回半やられました。あ、そうなの？そう、あ、そうだっけ？そうで、でも僕なんかさ、何もないですよ、友達ですよね。後役だけどさ、怪我なんて逆向けぐらいよ。多分ね、それってね、多分周りの人たちがあの多大な被害を被ってるかもしれない。そんなことない。あのね、あの役年って自分に起こるか周りに起こるかなんだ。あ、でも周りもみんな大丈夫です。だそうです、はい、役も寄ってこないような感じなのね。はい、男も寄ってこないけど役も寄ってこられるかもしれない。さあんたその繰り返しなんなの。プロっぽいよね、やっぱあんたね、一番タッチが悪い子だと思うの。そうでしょう。ほら、あの素人ですって言ってるんだったらまだいいけど、でプロですって言うとお金もらうから真剣にやらなきゃいけないじゃん。でもあんたみたいなセミプロっぽい子って、言いたいこと言うよ、でもさ、私さ、あの素人だからみたいなこと逃げれる。そうそう、逃げれる逃げれる。なんかそれが一番厄介。でも一番楽しいポジション、ポジションも大事だけど、あの本当厄介。もう本当、うん、でも楽しませていただいてます、うん、ね。でもさ、はい、あ、そうだ、ガルミのとこちょっとメールはね、後ほどしたいと思うんですけど、うん、はい、そういえばさ、さっきね、こう動画を見せていただいたんですけど、うん、はい、あのなんか最近動画作りにハマってるらしい。そう、ハマってるというか、いや、お店でいろいろねイベントをやっててね、うん、で、ちょっとお茶飲んで喋ってね。そうこの間もお店のこうカラオケをやったの、ガルカラっていうのをやって、うんうんうん、16人ぐらいお客さんとかみんなで順番に歌って踊って、それをこう
ちゃんと撮影していって、うんうんうん、それコニーちゃんがちゃんうちのママが ね、ちゃんとそれを動画としてまとめて、うん、ちょっとみんなで見てるんですよ。本当ガルカラって楽しくって、うんうん、岡間のカラオケ大会って皆さんすごいのよ。ていうかさ、その時のトップバッターは誰だったの？私です。ジャイアンくじ引きでたまたま一番になったの。でもそうそう、その時にね、うんうん、まあ、みんな友達とかお客さん歌ってくれて、はいはいはい、その時にねいい感じだった曲があって、今日ねちょっとかけてもらいたくて持ってきたの。ねえねえ、その時って、うん、そのコンセプトってなんか決まってるわけ？うん、ただ本当にみんな40代とかだから昔のアイドルとか、うんうんうん、まあ自分がいつも歌ってるものとかって感じで、うんうんうん、自分はちょっとずらかぶったぐらいでやりましたけど、うんうんうん、はい、そんな感じでね今日 CD ちょっと持ってきたのよ。へえ、でも16人が何、うん、1曲ずつ。そう、それは歌って踊るとかそういうやつなの？踊る子もいるし、まあもう普通に真剣に歌う子もいるし。え、でもあんた真剣じゃなかったってこと？私今真剣に歌ったけど息が切れて大変だった。踊るでしょ。踊る、やっぱりトップだからやっぱり踊っとかないとなと思って踊らせていただきました。でも割とあれよ、あの YouTube 見てちゃんと予習していったもん。偉いよな。そう、私も涙なく歌った。今日かけようと思ってんけどなくって。え、なかった？本田美奈子。あ、別の曲はあったけどね。え、本田美奈子何歌ったの？私、うん、テンプテーション。テンプテーションってときめいてテンプテーションってやつ、はいはい、夢がひとひら。梅ちゃん、ありがとう。さすがだよね、わかっとる。でもほら、ヘルプってあるやん、本田美奈子。あるあるある。あれ次歌いたい。ヘルプヘルプってやつあるね。Oh, help me ってあれ歌いいかな。ラッタタラッタタラッタタ。そう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 。ねえねえ、あんた結局色物にしかなれないわけじゃん。そうかしら。そうじゃない。ああでも、うん、まあでもそろそろ心に鍵をかけないとね。何を言っとんの。この子をさ、シーン時に中山美穂シーン時こう乳首触るか触らんかぐらいのオリジナルの振り付けがあるんだよね。そう、それこの間やれへんかったで。やれへんかったな。いや、ピアノのように優しく弾いてる時にね、そう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 、こう触るか触らんかぐらいのこう、そう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 、ね、奏でる、奏でる自分の体をみたいな。そう、そうなの、ね。乳首ね、見えるか見えんかぐらいのものを。そんなやつやらされるやん、今度お店で。違う、米倉俊則さんがすごかったのよ。ライブでさ、女性のお客さんが本当にいっぱいいるんだけど、 T シャツをキューってまくるわけよ、めくるわけ、うん、でも乳首が見えるか見えないかでサッと下ろすのよ。いや、すごいテクニックなのよ、米倉。もう腹筋バリバリ割れたんだよ、米倉俊則さん。へー、かっこいい。彫刻みたい。でも見えるかな。彫刻みたい。ほんでうわーって女性がこう T シャツ上げてくとギャーって言うわけ。でもこうスーッとゆっくり上げてって下ろすときは早いの。サッと下ろす。見えないの。性格出てるな。あんたこれ米倉さんもゲストに出てくれたんだからね、関係者聞いとったら怒られるでしょ。そうだよ、いや悪い意味じゃなくてよ。悪い意味じゃないのよ。そうそう、その辺のこう竹を割ったような感じの性格っていうの、ね、全然が通じないんですけど。通じないんだけどそれ。でもね、うん、乳首ってさ、男だから別にさ見せてもいいかなって言ったらちょっと思った。あ、そう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 。でもあんたのほらなんかダイヤモンドリングみたいなさ、飴みたいな乳首してるんじゃない？こうなんか高い。そんなことないよ。あ、そう、普通に。え、どっちがスイッチだったっけ？右。はい。素直に答えないで。ごめんなさい。本当あんた米倉さんのイメージまで悪くなっちゃうでしょ。そんなことないですよ。はい、まだ行こうかな、はい、まだ行こうかな、うん、こっち行きましょうね。はい、ヒロプーさんって関西人なんですね。そうなんですよ。私も元関西人なの。めっちゃ面白いわ。岡間さんのトーク爆裂やなーって。ーメールも読んでんなっていうことで、はい、茨城の元関西人さん、春田真二さんのふわりです。春田真二さんもねゲストで出てくれたからね。そうなのよ。そういえばさ、前、はい、ヒロプーが来た時は桂木由紀さんがねゲストの、ね、そうそう、いい人やったね。そうだからさ、ライブもね、はい、名古屋で、ね、会った時に、うん、自分あんたに連絡するの忘れてたもんだ。そうそうそ う, そうシフト組んじゃん行かれへんかってね。ライブなんかね、次はねぜひヒロープーさんも一緒に行ってよかった。行きます。すっごい人だったよ、うん、ね、前電話で喋った時本当に良かった。そう、それがね、あの6月の先週さ、うん、金曜日に東京でライブがあったら、カフェライブがあって、はい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 、その時に、うん、桂木由紀さんのね、マネージャーさんが来てくださったんですよ。へえ。そう、その時に、まあ、佐藤純子さんとかね、作詞の純子さんとか、あと森川美穂ちゃんのマネージャーのね、はいはいはい、また金城さんって関西出身なんだけど、うん、もうすっごい面白いんだよ。もう男みたい、男っていうか、はい、もうノリがオカマなわけよ。本当に
もう絶対あんたにも、あんたのもどうとも絶対気に入ると思うんだけど、もう金城さんがさ、もう今度さ女子特賞とかって話をしてたんだけど、うんうん、最近私さ本当恋してなくてさって、で朝見る命で癒されてるんだよね。でも命ってさ瀬田朝香ちゃんみたいな可愛い子と結婚してんじゃん、どんな技持ってるんやろね。そんな感じなの。そんな感じなの。まあ、確かにね、あの、うん、ほら朝連ドラが終わった後命映るけどね。うん、でも命とかってやっぱ見て癒される？僕はちょっと違うかな、ジャニー系じゃないので。あ、そうかそうかそうか。うん、いい男だと思うけどね。でもさ瀬戸朝香ちゃんとね、うん、結婚してんだもんね。そうだよね。どんな技持ったんだろうね、テクニックね。そこ技なんかな。わあ、さだってやっぱりほら、テクニックに惚れることってあるでしょ。寝ぼれ。だって寝ぼれって普通言えへん。寝ぼれっていうか、あ、でも言うかな。でもそういう人っていると思うけどね。声フェチとかね、そのなんか歌聞いて声が好きだから好きになっちゃったとかってあるみたいだけどね、結構。うん、でも自分どうだろう、あるかな。みんなどういうところに、みんなそのさ恋したいとかってみんな言ってるけど、うん、まず最初何でキュンとなるの。いや恋っていうか、だから最初はときめきとかっていいなって思ってとかからやけど、こう気づいた時、あれもしかしてこの人のこと好きって気づいたことがスタートな気がするから、うん、だから最初はスタートラインがないみたいな、気づいたら好きになってたみたいな感じ。まあ、何あんた何くれくれさしてんの。違うね、あのさ、なんかさっきもほら生き物係出たけど、うん、朝起きてさ死に物狂いね。そうよ、カーテンをシャッて開けて照れくさそうにしてるみたいな、うん、なんかそんなシチュエーションが。それやった後やろ。違う、でもそれでもよくない。なんかそういうのとかがちょっとやっぱりキュンと恋してるかしらと思う瞬間かもしれない。自分だったら相手の部屋行って早く帰ってって言われてキュンとするかもしれない。まずいよね。違う嘘嘘嘘。なんだろう、最近わかんない。なんで人のことを好きになってんだろう。何が多いだろう。やっぱでも、まあ、見た目とか仕草とか優しさとか。優しさかな。うん、やっぱ一緒にいて僕は楽しい人がいい。あ、一緒にいて価値観が似てる人の方がすごく嬉しいかなって思う。やっぱり同じものを見てなんか同じ風にこう笑ったりとか感動できたりってこと。じゃあだからほら、例えばコンビニ行くでしょ、うんうん、で昨日さ、うん、あの普通のでっかいうどんとお弁当を買ったので、レジで払った時にさ、うん、お箸は一膳です、一膳でいいですかって言うわけ、うんうん、てかこれ一食で食べるってあんた思ってるって思うわけ。いや、あんたの体験見れば思うよ。違う違う。でもさ、ちょっと待って、あんた決めんどってって思うんですよ。 あなたが決めないで。そう、決めんどってって、これ2食に分けて食べるのにって、ほんま1食で食べんやんか、うん、でもさ、ね、そう、ね、だけど箸さ2膳、普通2膳入れへん。あ、1食あの1膳でいいですかって言われたことめっちゃ腹立つねんって言った時に、うん、そうだねって言ってほしい。それが価値観。価値観。この間さ、あのご飯食べに行ったらさ、野菜が真っ黒だったの、汚くて。あ、さ、いつも行くお店だったからランチで。スーパー玉でじゃないの。じゃあ普通 の, あ の, 普通のレストランみたいなところでね。玉での関係者の方聞いててカットしてください。ここ、ね、そうです、違いますよ、はい、ですごい汚い野菜で、一応さ読んだの店員でね、うん、でこれちょっと汚い野菜なんで、これクレームとかじゃないんですよって、うん、でもいつまで食べてるからって言ったら、うん、そのおばちゃんがさ、ウェイトレスの人が奥に入るときにさ、これ野菜変えてクレームって言ったのが聞こえたの。いや、めっちゃ腹立つやん。やクレームちゃうねんで、野菜真っ黒のを出す方が悪いでしょ、うんうんうん、ね、だけどその時に、うん、そうだよね、腹立つよねって一緒に言ってくれる人がいい。あー、うん、同意してくれる人みたいな感じかな。そうな感じがすごくいいかなって思う今日この頃。あ、でもね、自分もね、なんかこう可愛いとかっていうもののこれ可愛いよねって言った時に、あ、可愛いよねって言ってくれる人がいいかもしれない。そうそうそう、だからそこのやっぱ感覚かな、うん、そういうのが一緒で、でもそれが10年15年経つと腹立ってきたりするみたいね、うん、でもそれを超えてもう好きなのよ。そうだよね。そう、49嫌いでも51好きだったら好きなのよ。そうだよね。そういう感覚よ、きっと。深いね。やらしい。深いね。もうでもさ、箸の話ってでもなんとなくわかる。ちょっと腹立つやろ。あんた決めんどってと思う。なんで一膳なん？一膳やけどさみたいな。そうね。一緒に食うよ、悪いって思うけど、うん、二膳入れてよって。でそこでその話をして、ひどくなるそれって言ったらひどいね。ひどい、ムカつくやんなとかって言って終わり、うん、ははで終わりたいのよ。そうやね。すごい、お釜の中のね、お釜やわ。ありがとう。なんか自分最近よく噛むわ。はい、ということで、なんかさ、ひろぷーちゃんもね、いろいろこう思いからもメッセージいただいてるみたいですけど、あら、音
乙女ですねっていうなんかね メッセージもいただいておりますけれどもね。さて、時間の方がちょっと迫ってまいりましたので、まだまだね皆さんメッセージ受け付けております。そして、この後はゲストコーナー、電話ゲストコーナーでキャプテン、伝説のアイドルグループキャプテンの北澤清子さん登場していただきますので、まだまだ質問そしてメッセージ、あとラブレターなんか待ってますので、じゃんじゃんまだまだ送ってください。ファックスは 24-7630、 イメールは info@fmpipr.co.jp、 そしてツイッターからもメッセージ受け付けております。シャープヌバタマゼット、シャープヌバタマゼット、シャープ NUBATAMAZ、 こちらまで、お送りください。ボンテンマルさん、丸坊主なのに毛が多いとかあとね、三組さん、芸能人って、替えを用意してるみたいなので使い捨てみたいで嫌だななんていただきましたけども、本当そうだね、自分たちも使い捨てにならないような、そうだね、ワン&オンリーなね、はい、存在でいたいよね、そうだねということでございます、まだまだね皆さんから、のメッセージお待ちしておりますよ。さてヒロップ、こちらでございますけれどもな、これはあのヒロプーさんからのリクエスト、これは誰からのリクエスト、そうそう、この間のガルカラで大将さんが歌ったんですよ、はい、リナでクラブジパングって曲なんですけど、どうぞ聴いてください。これなんかいいね、はい、すごいすごいすごい、準備しなかったこれ、いい曲だよね、いい曲だよ、これがねもう耳から離れなくなる3日間ぐらい、うん、でもこれリナって誰、これってあれよ、知念里奈、え、知念里奈ちゃんなのこれって、そう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 、あ、なんかこういう、うん、なんかすごいいい歌歌ってたんだね、いい歌です、ということで曲紹介もう一度お願いします。はい、はい、里奈でクラブジパングでした。FM ピピゲストコーナー、ヌバタマゼットケイジローとヒロプーでお届けしております。さてゲストコーナーでございますけれども、ちょっとヒロプー、はい、緊張しない、してるだってさ、あんた去年のクリスマスパーティー思い出してみたら、踊りましたイオちゃんね、テレビの国からキラキラ、はい、そうですね、でちょうどその時のパートが北澤さんと同じパートだったの、はい、一緒だからメインがあのあれね、総司令さんが、うん、ちゃんをね、イオちゃんで、でエッチなもの持ってね、マイクがありましてね、そう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 、うん、あとコニーちゃんと私であの、うん、キャプテンやってんけど、そうよ、はい、もう本当に今日もびっくりしてね、はい、偶然とはいえ、偶然とはいえ、ね、ネタじゃないのこれ、はい、そしてですね、北澤さんといえば6月の21日に、はい、ウォジョレッチ、ウォーミングアップとジョギングとストレッチを組み合わせた、はい、痩せ体質を作るためのストレッチ、うん、ダイエット本のを発売されたのね、ムック本として発売されたんだけど、今ねすごい話題沸騰中なのよ、すごい、それ私も欲しい、自分も欲しいわ、買いなさいやんた、そうそう、そうよ、まあ、夏までにさ、そうだよ、水着にならなきゃいけないんだから自分たち水着ね、そうよということで、ただ今、はい、電話の前で待っていらっしゃるこの方お呼びしたいと思います、はい、キャプテンアイドルグループキャプテンの北澤清子さんです、イエーイ、どうもです、こんばんは、ということでね、北澤さんお待たせいたしました、いい、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします、すいません、おかま2人です、はい大好きです、嬉しい、嬉しい、大好きなんて言っていただいてでもですね、キヨネーって呼んでいいですか今日は、もうキヨネー、いい、どうぞどうぞ、あの、ね、キヨネーはさ、うん、もう昔からなんかこうね、あの男勝りっぽいというか、すごくお姉さんっぽく思ってたんですけども、うん、やっぱりこのデビュー当時からそうやって姉貴っぽく慕われてたんじゃないかなと思うんですけど、うん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 、あ、よくニューハーフの方と間違われました、うん、そんなことないよ、そうだよね、なんか昔、うんうん、大阪で、うんうん、ニューハーフの方のお店で歌うっていう営業があって、うんうん、はい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 、10人ぐらいの方の中に、うん、一緒に紛れてたら誰も気がつかなかった、うん本当に、はい、でもね、ちなみに今ね自分の隣にいるのは、はい、大阪から来たヒロプーっていうね、はい、ええ、どうも初めまして、初めまして、ヒロプーです、どうもね
あね、フェイスブックでお写真拝見しました。すいません、ね、ちょっと気持ち悪いでしょ。いえ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 っておっしゃってるじゃないですか。でもね、あの彼のね、あのお店 で実はそのキャプテンのね、あのイオちゃんのテレビの国からキラキラを踊ったらしいんですよ、はい、そうなんですよ、ね、はい、堂山 あのガルフってお店なんですけれども、クリスマスパーティーを毎年やっぱりやるんですけどね、はい、その時にはもう年に一度、まあ、女装解禁っていうところで、はい、あのやるんですね、ステージをやるんですけど、でその時にキラキラをやりまして、はい、衣装はどんなの着られたんですか。こう肩を出したこう、うん、言えばキラキラなんていうの、金のこのあのラメみたいな感じ、ラメみたいなものに、うん、あとはまあズラもちゃんとすごいいい感じのもん、ズラっていうのでつけまをバチッとやって、もう本当にあとスパッツを履いてみたいな感じ。そうなんだった。それも、ね、私の役をやったってことは一番ふくよかでしたか。ふくよかでした。いやでもそんな違うの。でもそんなことないよね。でもふくよかだけれども、もしかしたら今回のこの出会いで僕が痩せれるかもしれない、うん、そうよね、はい、ということでね、まずはですね、まあね、このごめんなさい、本当キヨコさんのパートをこんなね、ね、ヒョプーにやらせてしまったっていうのは本当に謝ります。ごめんなさい、本当に全然いいんですよ、どんどんやってください。だって踊り本当に 100% まだ入ってますもん。本当ですか。今度センチメンタルジャーニーをお願いします。じゃあ本当次はセンチメンタルジャーニーやね。あったかいよね。さて、あのね、あのキヨネーは、あの、はい、まずデビューのきっかけなんですけれども、うん、昔からやっぱり歌のこう芸能界に憧れてたの、うん、小さい頃は、うんうんうん、あのいつもこたつの上で前、あのブラシをマイク代わりに、はいはい、バラが咲いたをずっと歌ってる女の子で、はいはい、だったそうです、マイク真紀さんのバラが咲いたを。そう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 、なんかそれはそれでなんかちょっと 暗くないそれって。そう言われればそうかもしれない、ね、でもその後体育の先生を目指すようになって、はい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 、でも心のどっかに歌手になりたいは残っていて、うん、スター誕生に出たんですよ、うん、あ、そうなんだ、スター誕生、スター誕生、岩崎宏美さんの二十歳前で出たんですけど、うん、テレビ予選で落ちました。あ、そうだったんだ、はい、ね、そういえば高田瑞江さんも好きだったんでしょ。そうなんです、うん、大好きで、あの瑞江さんがあの引退される時の、はいはいはい、にテレビ東京で最後にお会いした時手を握って泣いてしまいました。もう気をね、案外女らしいとこもあるんじゃない。どっかだって男前だと思ってたんですけどみたいな。へえ、でもそんな岩崎宏美さんや高田瑞江さんに憧れて、はい、いわゆる芸能界を目指されて、その直接のきっかけは そのスター誕生がきっかけだったんですか。いえ、スクールメイツにその後入って。ああそうだそうだ、あの TBS、 あ、大丈夫ですか。うちね全然バリアフリーな番組だからね、何でも OK。 あのタムキン全力投球という番組が当時あったんですけど、 あれでレギュラーで踊っていた時に、うんうん、松本伊代さんの、うんうんうん、伊代ちゃんの、うんうん、スタッフの方から、はいはい、スカウトをされて、うん、それで、稽古を誘って、はいはいはい、2人でバックでつくようになったのがきっかけですね。そうなんだ、はい、でも恵子さんとはそのスクールメイツ時代の同期だったってことなんですね。じゃあですね、うんうん、私より一学年、うん、稽古の相方の稽古の方が上なんですけど、うんうん、私の方がスクールメイツに入ったのが先だったので、はい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 、先輩だったんです私の方が。そうなんだ、そうなんだ、だから清子先輩って呼ばれてたんですけど、まあ、伊代ちゃんのバックをする時もそういうのなしでもう一緒にやろうよみたいな感じで、はい、その時にもうキャプテンっていう名前も決まってたんですか。いや、なかったんですね。最初はスクールメイツとしてついていて、途中で事務所を移籍して、でその後ある日確かピンキーパンチ大逆転だったと思うんですけど、ピンキーパンチ大逆転知ってる。あの柏原芳恵さんと伊代ちゃんの。あ、そうです、そうです、で楽屋に行ったら、うん、あの伊代ちゃんの名前とキャプテンって書いてあったんですよ、はあ、で私たちはそれで つけられたこと知らなかったので、あの楽屋がないと思って、あの TBS の G スタのところでうろうろしてたんですよ、うんうん、そしたら、え、楽屋あるじゃんって言われて、はい、いやいや他の方の名前がお名前があったのでって言ったら、キャプテンってお前たちだよって言われて、そうなんだみたいな。その時に知ったんだ。え、でも最初にキャプテンって知って、その時、キヨネどうだった、その気持ち。あ、なんか、うん、結構ちょっとあの男っぽい名前な感じで、でも説明を受けたのが、うん、あのキャンディーズさんとか、うんうん、キャプっていうのがなんか事務所の中ではこう
ポイントで、それで探してつけた名前なんだっておっしゃられたので、うん、キャンディスさんはずっと憧れてましたから、うん、あのグループ歌手として、あのキャンディスさんもスクールメイツさん出身ですもんね。そうなんです、うん、そうなんです。だからやっぱりそういう意味では嬉しかったですね。なるほどね。キャって始まるってこと？そうなんだ。はい、そうですね、キャで。じゃあ自分たち、うん、そうだね、うん、じゃあキャプテンっていうので、じゃあもうその場に行って知ったって感じだったんだね。そうなんです。全然知らされてなくてみたいな。じゃあ自分たちもさ、ヒロプーとケイジローがコンビを組むときはキャ、うん、キャで始まるのにしないといけないな。あ、お願いします。なんだろう、なんだろう、キャンドル、なんだろう、キャンドルってなんか消えそうじゃない。それって人気もいけないわ。でその時にじゃあもうイオちゃんのバックで、じゃあの、はい、キャプテンも踊ってくださいと、歌って踊ってくださいということだったんですね。一応ですね、うん、詐欺のような感じで、うん、あの8人だよ全員集合で、あのキャンディーズみたいにデビューをさせるから、うん、いずれね、うん、デビューをさせるからやってくれみたいなお話だったんです。なるほどね、はい、そうなんです。そしたら、まあ、あのイオちゃんの人気がバーンとセンチメンタルジャーニー売れましたから、うん、もうキャプテンもそれと一緒にこう認知度もバーンと人気もバーンと上がっていっちゃったって感じですよね。いやいやいや、私たちはもうあのね、あのまあちょっと小判様みたいな感じで、いやいやいや、もうだって、オカマ業界の中ではやっぱりキャプテンっていうだけでもうそれだけでなんか胸騒ぎがしちゃいますよ、もう本当に。本当ですか。そうそうそう、いやみたいな。でも認知度はすごかったもんね。すごいよ。北野武さんは、うん、あの一度あの大人じゃないのっていう曲でカーって言ってあるとピー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 っていうところがとってもお気に入りで、その時にはいはいはい、その時にデビルガールズっていう衣装 の、 あのちょっと角生やしたりしてた衣装のイメージでデビルガールズって一曲だけ名前を変えた時があったんですけど、その後私たちがもういろんな活動する中で、たけしさんとお会いするたびにずっとずっとあの名前が変わってもデビルガールズで、うん、今でもデビルガールズと呼ばれている。そうなんですね。そうなんです。でもさ、たけしさんには本当清音とあの恵子さんもすごく可愛がっていただいてたんですよね。だって北のファンクラブとか見てたもん。あ、本当ですか、ありがとうございます。うん、まあ、あれもあの芸能界辞めますって言って、え、そんな時があったの。はい、うん、あのご挨拶に最後に行った時に、うんうん、あの北のファンクラブの楽屋にご挨拶に行ったんですよ。でその時に、うん、カメアリブラザーズのバンド募集っていうのがあって、うんうんうん、私たちがふざけてハガキに、うん、ちょっと年の取った花はいりませんかって書いてダンサーズでハガキをたけしさんに渡したら、たけしさんが吉田プロデューサーにすぐ渡して、うん、そして翌週からもうレギュラーが決まっちゃった。すごいよ、すごい出会いだ。すごいよね、やめるつもりが。たけしさんもやっぱすごいし、すごいしね、その名があるよね。あるよ。あとやっぱりそういったところでこう、あの今回もね、あのゲスト出演が、うん、あの、はい、キヨネがねこうで出演してくださることになったのは桑田靖子さんからね、実はあのご紹介だったんだよね。うん、はい、そうなんです。桑田さんとはあの事務所も違ってたと思うんですけども、こう仲良くなったきっかけっていうのは何だったんですか。でもセントカトレア学園っていう番組がテレビ東京であって、あの野沢直子ちゃんとか森尾由美さんとか、あと羽賀健二さんとか、もういろんな方が出てらっしゃったんですけど、知ってますよ。その番組のレギュラーが一緒だったんですね。あ、そこで、で毎週なんかもうほとんどなんていうんですか、学校みたいな感じで、ですよね、なんか女子校みたいな、本当に女子校みたいな感じだもんね。そうなんです。それでも楽屋で盛り上がってて、いつも、もうで夜12時過ぎるとみんなだんだんテンションが高くなりすぎてわけわかんなくなってだってね、あのスケジュールとかほら、その当時のやっぱ人気アイドルの方もたくさん出演されてたから、調整が大変だったんでしょうね、きっとね。だと思います。もうスケジュールの最後とか26時終わりとか、26時って何みたいな、なんかそんな感じでしたけど。ありえないよね。はい。そういえばね、あのうちの番組にあの森下絵里さん、今の、はいはい、のぼりえりさんっていう名前で活躍されてるんですけども、うん、森下さんが、そうなんですよ、のぼりさんが、清姉さんによろしくお伝えくださいってことでメッセージいただいたんですよ。あ、本当です
ですか、うん、もうね昔ねハワイに所ジョージさんの番組で一緒に行ったりとか。そうなんですよ、ずいぶんもうお会いしてないんで、うん、今はあれですか、ご結婚されたりしてるんですか。お子さんはいらっしゃいますけど、女としていろいろあったみたいですけれども、うん、今音楽活動元気に やられてるんですよ。あ、音楽活動されてるんですね。してます、してます。そちらの方でやってらっしゃる感じですか、うん、ね、東京でやってらっしゃって。本当ですか。そうなんですよ、この前ね、6月にはうん、アルバムも全国発売になって、今ライブ活動もやってらっしゃるんですよ。なので気をね、そう気をね、もうちょっと今度、うん、連絡取ってなんかライブ見に行きますぜひぜひね、ちょっと一緒に行きましょう、ね、行きましょう行きましょう。隣のおかまのヒロ君も連れてきますので大阪から行きますちなみに、私今回のウォジョレッジで痩せたい質ダイエットっていうムック本の、はいはいね、出版記念イベントが7月21日に、お台場のカルチャーカルチャーというところであるんですが、はいはいはい、痩せらないですよね東京には。いや東京ね、その時は自分は多分行くと思うので、ちょっと行っちゃう、見に行って本当に体操しちゃおうかなと思ってるんですよ。あ、本当ですか。そうなんですよ、歌いますよ。桑田靖子ちゃんも歌ってくれます。すごい、見てるよね。ちょっと広っぽいとかあってさ会社休んで来なさいよあんたもそう、それでね、もう本当に今ね、アイドルのね、こういわゆるアイドル時代のお話も聞かせていただいたわけですけれども、そう、6月の21日に、ウォジョレッジというですね、ウォーミングアップと、ジョギングと、あとストレッチを合わせた痩せ体質を作るためのダイエットムック本が発売になりましたけど、本当におめでとうございます。ありがとうございます。なんかさ、今さ、ロングブレスダイエットだとか、もうね、名だたるダイエット本を抜いて、こう今話題、ね、沸騰中でございますけども、いかがですか周りの反響。いやいや、ですね、ちょっといろんな話を、例えばダンススタジオでウォジョレッジクラスやってくださいとか、あとテレビの番組 の地方も含めて、はいはい、いろいろお話をいただいたりとか、で、ちょっと多分7月8月9月あたりは皆さんにたくさんお目にかかれるシーンがあるんではないかなという感じです。いや、嬉しい。それでね、はい、もう最初にこうキヨネにね、こう YouTube でどんなものかって送っていただいたんですけども、はい、あとね、隣のヒロプーにも見せたいと思うんですが、はい、本当に簡単にそのもう気合をよしやらなきゃっていう感じよりも、楽しくこう、そのアイドルが特に好きだったね年代の方々はこう本当に振り付け感覚で踊って、ね、はい、踊れるっていうところがなんかすごくいいなと思ったんですよ。そうなんです、歌って踊る体操って言ってるんですけど、私が作詞をして、私が歌って、恵子ちゃんにちょっとコーラスを頼んで、はい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 、でそれに合わせて、ちょっとアイドル気分な振りも出てきたりとか。そうなんです、それがいいんですよね。で、難しいことは入っていないのと、あとは、これを作るときに一番私の中でポイントだったのは、一人でお部屋でこっそり、ドタバタせずに、きっちり、筋肉の伸縮をさせて、体液の流れを循環を良くして痩せ体質にしていくっていうのがポイントだったので、ドタバタ、ドッタンバッタンとかがないので、こっそり誰にも知られずにダイエットができるんです。なるほどね。はい、このウォジョレッジを考え始めたきっかけというか、やっぱ気をね、もうその何、こう太りやすい体質だったとか、そういうことが関係してるの？そういうこと？さっき言ったように、テレビの国からキラキラの時とか、めちゃめちゃ体格が良くて、そうかな、お前なんか、そうなんて、お前なんかそんな衣装着る資格でぐらいに、よく周りに言われていたりとか、肩から足が生えてるとか、ひどいよね。雑誌には巨人って書かれたりとか、いやひどい。でだからいつも常にダイエット、ダイエットっていうか、もう痩せなさいっていうのが、もう周りから言われていて、で一生懸命ダイエット、いろんなことをするんですよ、2週間後にプロモーションビデオの撮影が水着であるから痩せろって言われて8日間断食してみたりとか、いろんなことをして、一旦は成功するんですけど、すぐ戻っちゃうんです。わかる、私もそうだった。自分もそう、その繰り返しで、なんとか一生太らない体質を
作れないのかなって思ったりしながら、今あの東京の恵比寿でビューティーハウス B っていうサロンを、あの私施術者で、あの皆さんのお体のメンテナンスをさせていただいてるんですけど、でその時にいろいろお客様にこうお話したりアドバイスさせていただいたりとかすることを総合して、要は歌ってきたこと、そして自分がリバウンドしてきたって体験と、それからサロンでご案内している自分が勉強してきたこととかお伝えしていること、全部をまとめて一冊にして、今年50歳になりまして、50歳なんかおめでとうございますって言っていいよね。ありがとうございます、いいです、半世紀ちゃんです、素晴らしい、これそれを記念して出したのがこの本なんですよね、なるほどね。で、もう6月の21日に発売されたわけですけども、ムック本が、周りからの反響、実際にいただく声っていうのはどんな感じですか、清音。そうですね、あの、こう頑張らなくてもできるっていうのがいいっていうのと、あとはこの本の中で、今あの、今あなたの体は、今までの食生活と今までの生活習慣でこの体だから、この前のその原因になったところを変えていくことが必要なんですが、それが体操だけじゃなくて、あのやはり食の改善と心の在り方も変えていくことが必要ですよっていう、トータルでバランスビューティーな本にしてあるので、結構皆さんには心のところがすごく良かったとか、あとは松本伊代ちゃんと北原さん、あのおもちゃの関係の北原照久さんにと対談をさせていただいてるんですけども、その内容もね、なんかすごく皆さん、あのとっても気になって、もう面白くて読んじゃいましたみたいな、男性も結構読んでいただけてます。だからね、さっきもね、その隣にいるヒロプーと自分たちも読んで、オジョレッジでちょっと本当痩せ体質に変わらなきゃねって喋ってたんですよ。本当ですか、ぜひやってください。いや本当にね、もう頑張ってダイエットした時に10キロとか落としたこともあるけど、もうすぐやっぱり甘えが出てリバウンドしての繰り返しなんですよね。あのね、男性の中でも特にオカマでもそうだと思うんですけども、その体型を気にするっていうのってやっぱ年々やっぱ諦めちゃうんですよね。なんかもう年食うともういいかなと思うけれども、逆にその年を重ねていくから、じゃあそういった痩せ体質だとか、まああのこう自分のね、この体とかには気をつけなきゃいけないのかなと本当によく思うんですよね。そう、結局もう今1982年のアイドルの方がね、またいろいろ出てきてご活躍して、されてますけど、やっぱこの世代の40代とか50代って、今ここで見直しておく必要があって、ここで見直さないと60、70の時に大変なことになるんで、だからね、やっぱりね、そのあたりでそのこれからその40代若い時はその気力だとかで乗り切れたことを、やっぱりこう40代になってもう一回見直す、振り返ってみるって大切だから、このオジョレッジっていうのも本当に今の、ね、その世代の人たちにいいのかもしれないですよね。そうですね、ぜひ読んでいただいて、実際ちょっと DVD を見て体操をしていただくと、多分ちょっとね、つい笑顔になっちゃうみたいな。そう、それも大切だと思う。そうなんです、ね、笑顔にね、ずっといるっていうか、その、やっぱり日常暮らしてるともうなんかキーッとなっちゃうじゃないですか。はい。なんか一日一回もしかしたら笑ってないなんて日もあるかもしれないじゃないですか。そうなんですよね。そんな中でやっぱこの踊りながらこう笑いながらっていうのが本当にね、あの健康のバロメーターというか、健康への第一歩になるかも、ね、なるといいですもんね。そうなんです。これ DVD で練習していくと、その一個一個の動きを覚えていけば、例えばあのお仕事の最中とかに、あ、ちょっと足が疲れたからここやろうとか、そっかとお掃除しながら、あの掃除機かけながら、あ、ここ伸ばしながらやろうとか、そういうことに応用していかれますので。なるほど、あくまでもその DVD は基礎というところで、じゃあいろんな場面でこうできることありますよってことで使ってくださいね、やってくださいねっていうこともできるわけだ。そうなんです。いや、それはいいよな、ね、ということで、ね、そのね、ムック本21日に発売になりましたけれども、ね、ぜひね、こちらの方も皆さんチェックをしていただきたいんですけども、清音、あのね、実はこのね、番組宛てにいっぱいね、清音にね、メールいただいてるんですよ。ご紹介してていいですか。本当ですか。そうなんです。お願いします。はい、まずはですね、札幌市からいただきました。
はい、ジャガイモさんという方なんですけれども、うんうん、おー北海道のヌバタマ Z ファンジャガイモです。来ましたね、キャプテンの北澤清子さん、こんばんはっていただいております、うん、こんばんはですね、本当に嬉しい。ですね、セントカトリ、花のカトレア学園毎週見てました、うん、昔は多分昔は千葉に住んでました、ぜひ当時の楽屋裏の話を聞きたいですなんて書いてありますけど、あ本当ですか、はい、ボジョレッジのムック本嫁さんに買ってやろうかな、昔は痩せてたんだけどな、人のことは言えないんだけどなんていうことでメールいただきました。ありがとうございます。ぜひね、うん、お嫁さんと一緒にやっていただきたいですね。ですよね、なんかご夫婦で仲良くやるっていうのもいいかもしれないですよね。ね、私あのセントカズ花、あそっか、セント花のカトエア学園だったんですね。これね3回名前が変わってるみたいなの。知らなかった。そうなんですよ、私あの頃めちゃめちゃ太ってて63キロまで行っちゃって、過食症になって、とんかつ屋さんで食べたかと思ったら10メーター先のラーメン屋さんにもう入ってたみたいな、大変なことになっていたんですよ。それって何、恋のさ悩みとか、そういう仕事のストレスかな。うーん、多分、うん、事務所やだ素敵いや、まあね、いろいろあるよね、いろいろあるんですよ。でもさ、なんか大人の諸事情がね、うん、いやでもさ、大人の諸事情もそうなんだけど、やっぱりさ恋愛でもさいろいろ悩んでたりしてたんじゃないの、アイドル時代。あの頃ですかね。いやそのちょっと後の方がいろいろありました。その後の方がいや、ね、はい、それってやっぱりオフレコよね。でもちなみに芸能界の方と付き合ったことってあるんですか、名前はいいので。芸能界の方ですか、うん、タレントさんとか歌手の方とか、あの地方の方と付き合ったこと、お付き合いした地方タレントの方と。あ、地方タレントの方、正直だよね、はい、さて、お題いただいてるのでどんどん読んでいきたいと思います。じゃあ、はい、ヒロップどうぞ。はい、ジロアット大阪さんからいただいてます。大阪からですね。大阪からです。はい、友達からの情報で、本日ラジオゲスト出演されることを知りました。はい、イオちゃんのセンチメンタルジャーニーでキャプテンのことのファンになりましたよ、本当に嬉しかったの今でも忘れませんといただいてます。ありがとうございます。あ、やっぱり最近太り気味なんでってことで、やっぱりすごく注目してらっしゃる方ですね。あとね、 B2 でデビューした時は本当に嬉しかったですって。ありがとうございます。いただいてますね。もうね、ちょっとデビューがね遅かったかなって感じだったんですけどね、でもちょっとお姉さんっぽい雰囲気と、あのミニスカの綺麗に伸びた足、あれはね、オカマながらにもね羨ましかったもん、なんかすごい綺麗だわと思った。ありがとうございます。細く長くじゃないんで、健康的になんか、そこがポイントよね、ポイント、あとね、まだいただいております。名古屋です、はい、あの清姉さん、本当お忙しいのにまだ読んでも大丈夫、いい時間大丈夫、どうぞ、いい、はい、名古屋市のブルマダンキチさんって方からいただいております。クルマダンキチさん、クルマダンキチさんじゃなくてブルマダンキチさんってラジオ、ブルマダンキチさん、そうそうそう、ラジオネームです。ケジオさんのツイッター見て初メールですと、北澤さん、はい、こんばんは。こんばんは。キャプテン三田さんに家族とチャンネル争いをしながら、セントカトレア学園を見てましたということで、本当ですか。私あの頃本当にデブでダイエットコーナーまでできちゃったんですよ。そうでしたっけ。でも62キロ3キロ63キロ、それはちょっと、うちの相方にはね、お相撲さんって呼ばれてました。あるけいこさんに。はい、あとね B2 の、あ、大丈夫ですか。あ、すいません、ちょっと別の電話が鳴っちゃいました。すいません、お忙しいところで。あと B2 の復活コンサートはないんですか、はい、ということでいただいておりますけども、ですね、うん、秋に、銀座タクトあたりでまたライブをさせていただこうかなと思って。 B2 として、はい、いや、すごい、なんか見たい、これ。ぜひまたその際にはご連絡さ、あの Facebook で、ね、ご連絡させていただきますので。あと、キヨネはブログもやってらっしゃいますもんね。はい、ブログとフェイスブックを中心に、ツイッターが時々、あとユーストリームをしているんですよ、はいはい、あれユーストリームは、あれはもうどういった形で見れるようになってるんでしたっけ。ユーストリームはの名前が、名前は、はい、明日への思いをつなぐ F シャープファクトリーと言いまして、 F シャープファクトリー、明日への思いをつなぐ F シャープファクトリー、はいはいはい、F はフィメールの F で、はい、あの女性という意味なんですね。はーはーはー。シャープは半音アップ、はい、女性が半音アップするために、はい、
いろいろなことをしていくコミュニティなんですけれども、はいはいはい、あの F シャープファクトリーという、はい、コミュニティが、ユーストリームをしている形で、私と相方の恵子とキャプテンで2人で MC をさせていただいて、はいはい、それで桑田さんやイオちゃんもそうなんです。ゲスト出演されてたんですね。ダンカンさんとか、はい、皆さんに来ていただいて、今度あの、はい、グレートギデオンさんもなんか出演されたんでしたっけ。あ、そうです、あの、うん、月曜日にですね、はい、あの銀座で復興バーという、はい、あの石巻の復興バーが銀座に出張してきて、皆さんでボランティアのこととかいろいろ語り合う形で、あの日替わりでマスターをする皆さんがされてるんですけど、私も24日の日に1日マスターをさせていただいて、ママじゃなくてマスターなんですね一応なんかマスターって書いてありました。なるほどね、やっぱり気をねえだからかしら、やっぱりマスターなのは。でもそういったの活動もやってらっしゃる、復興支援の活動もやってらっしゃるんですね。はい、このユーストリームは F シャープファクトリーで検索していただきますと見れると思いますんでね。はい、そうですね、ぜひ皆さんも、ね、ご覧になっていただきたいと思います。あとね、またね、名古屋からもいただいてます、マサさんという方からなんですけれども、はい、マサさんです、キャプテンの北沢さんが出演ということで、はい、もう何が何でもメールして読まれなきゃと気合いに入れて書いてますと。あ、嬉しい、ありがとうございますマサさん、キャプテン三田さんに名古屋駅のテルミナに見に行って、学校でベスト10ごっこという遊びが女子の周りで流行っていたんですが、ただ前の日のベスト10を再現してみんなで担当して歌うだけなんですけどとでもね、なんかフリマネとかするのは、うん、私たちがピンクレディーさんをしたように、うん、イオちゃんのしてた方もいらっしゃるんでしょうね。そうでしょうね。でちなみにこの子とマサさんっていうのは、あの私たちと一緒のオカマの人みたいで、組合員、はい、同じ組合員ですって書いてあるんですけども、でそのね、男の方なんですけども、うん、そのイオちゃんをやってる女子の後ろでキャプテン役をやっている女子どもが、はい、本当に振り付けが下手くそで自分だったらもっと完璧にやるのにと悔しさあまり失神を仕掛けましたって書いてある。わかる、下手だとムカつくよね。わかる、超わかる。ね、あの伊藤麻子ちゃんなんかもね、一人キャプテンとか言って張り切って踊る一人キャプテンとか言ってね、うん、やってデビューされたりとかして、ね、あれからもう30年ちょっと経ったんですよね。好きだったアイドルの方が今でも活躍されている話を聞くと、ね、私たち世代も本当に嬉しい限りです。 B2 時代も大好きでした。本当に足が綺麗でしたね、これからも頑張ってくださいということで、私たちと同じ組合員のオカマのマサさんからもいただいております。マサさんありがとうございます。ということで本当にたくさん、ね、メールもいただいているわけですけれども、ええ、本当にもう今日はお忙しい中、時間もちょっと迫ってまいりましたけれども、ありがとうございました。ありがとうございます。ぜひあの、うん、Facebook でお友達リクエストを、はい、今日あの聞きましたって言っていただけると嬉しいです。ですね、あ、もうあのお友達申請していただくのっていうのは全然 OK ですか。 OK です、身元がはっきりしてればなんか何の情報もない人はちょっと承知してないんですけど、まあまあね、重要ですよね、それはね、はいはい、あのこれから本当にあの恵比寿の方でもそういったサロンをやっていらっしゃって、ビューティーサロンをやってらっしゃって、はい、まあ、あの F シャープファクトリーでしたこちらの方ね、はい、でも、ユーストリームをやってらっしゃって、本当に、ね、いろんな活動、もやっていらっしゃいますけれども、はい、本当にあのこれからどんなあのキヨネとしては、活動っていうかね、やっていきたいかっていうのことなんですけども、どうですか、これからどんなことにチャレンジしていきたいですか。ですね、うん、まずはあのこの間の復興バーから石巻に、はい、うん、あのぜひボランティアをしに、あの F シャープファクトリーとか、あと皆さんと仲間をこうグループで作っていきたいなっていうのと、うんうんうん、あとはそのウォジョレッジのウォジョレッジ、はい、を通じて皆さんに健康にね、あの、うん、なっていただくためのことをお伝えしていきたいと思ってます。はい、ということで本当に長い時間どうもありがとうございました。ありがとうございました。このルバタマ Z を聞いてる皆さんにもう一言ちょっとメッセージいただいて、懐かしい曲の、紹介をしていただいて締めたいと思いますけども、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます、はい、お願いします。はい、1990年のザ・ピーナッツでデビューした、B2 なんですが、名古屋とか岐阜とかはたくさん行かせていただきました。ぜひこの曲を思い出して聴いていただければと思います。それでは曲紹介、はい、お願いします。はい、どうぞ、はい、曲紹介お願いします。はい、恋のバカンス87聴いてください。どうもありがとうございました。本日の電話ゲストは、キャプテンの北沢清子さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
ヒロプーちゃんすごいね、はい、たくさんお話ししていただきましたけどもね、本当にでもいやでもね、うん、楽しかった、楽しいね、本当にいろんなことをこう考えながらずっと話を聞いてたけど、うん、こう人にこう人生に歴史ありとか、うん、あと昔のデビューした感じの時とか、うん、あとやっぱりほら昔こういうすごい、ね、なんて言われてたって言ってても、うん、でもほら今ああいう風になれる、な将来のね目的が見えたというか、目標が見えた、パンチじゃない、思えへんかった、思った、すごくだからいくつになっても輝けるんだなっていうかさ、その気になれば、ね、ということで北澤、ね、京子さんなんですけれども、はい、ボジョレッジっていうですねムック本が6月の21日発売されましたので、うん、ぜひねアマゾンなんかでもね、うん、今ねこうビヨーンとネットとかでね検索してねお買い求めになっていただきたいなと思いますし、 B2 としてねデビューもされてるんですけれども、なんかライブの方もあるということなので、ファンの方々とすごく楽しみだと思います。あと北澤清子Facebook の方で身元が分かれば、うん、お友達申請が OK ということなので、うん、そちらの方もよろしくお願いします。はい、刑事の噂に泣いて本日のゲストはキャプテンの北澤清子さんでした。帰ってきた今週残りの音声ワンツーということでいきたいと思いますけれども、ワースト2の星座まず発表しましょう。ワースト2の星座は獅子座の皆さんです。よく考えずに衝動的に動いて後悔してしまいそう。普段気使っていることに限って反動に動いてしまいそうですよ。気をつけましょう。そんな獅子座さんのラッキーアイテムは心の中の疑問系なんでしょう、ね、意味わかんないわ。私って綺麗とかじゃなくてなんか今のこの気持ち何みたいな、とかそういう、ね、恋とかそういう疑問系でね問いかけてみましょう、はい、そしてですねワースト1の星座は、はい、水瓶座ですね。はい、一つのことにこだわりを持ってしまいそうな週末、はあ、何か一つの事柄に固執して融通が効かなくなったり行動が小さくなったりそうです。気をつけましょうね。そんな水瓶座さんのラッキーアイテムは不要なレシート。不要なレシートいっぱいあるようちに、あなた思い出作りでしょ。あ、そう、メモリストっていうかね。ということでですね、水瓶座の皆さんは不要なレシートは捨ててしまいましょう。もうエンディングでございます。早くない？ちょっと早い早い。ラジオネーム茨城の女さんね、私高校の頃ピンクレディー踊ってたから北澤さんの、楽しく踊りながらダイエットっていいですねと、うん、いうことでね、ボジョレ誓いますなんていただきましたね。皆さん本当にありがとうございます。もうね、あとね、はい、残りはねずっとあなたと喋りますからね。いやでもさ本当にいろいろ話聞いてね、うん、よかったよね。やっぱほら自分がキャプテンをや自分もキャプテンをやったからさ、なんかでもさほら今度は、うんうん、センチメンタルジャーニーよって言ってたから、うんうん、今度ほらガルからまた会ったらさ、うん、ちょっとやぬえそうよ、そじ姉さん誘ってやろうかしら。そうよ、北澤さんお墨付きをもうあなたやっていいっていうすごい。でも振り全部これこう今まあラジオの方は見えてないけど、うん、全部覚えてるから。テレビの国からキラキラでしょ。そうそうそう、すごいわね。えテレテレチンチでいいのでくるってますみたいな、ね、やったわ、ね、いやでも本当にさそのカラオケとかね、うん、やってみんなこう前で歌ったりいろいろされて表現するっていうことは人生やっぱり、うん、なんていうのかな、充実していくから。そうよ、なんか今の話聞いてても思ったけど、やっぱそういうイベントを僕もやっていかないといけないのかなって。そう、あんたも輝くためにはそう画力で踊り続けなきゃダメなのよ。そう、あだからささっきもさ、うん、そのカラオケの時に歌ってくれた、なにわゆうたさんが歌ってくれたね、うんうんうん、石川ひとみの、うん、くるみ割り人形もかけさせていただきましたということなんですね、はい、今日はもう本当にヒロプーセレクトということでお届けしますけども、はい、ギャングナンママさん、ケイジローちゃんやっとかめということの本当です、はい、しばらく前から消防車がサイレンを鳴らしながら動きまくりということで、そうなんですね、笠原町の合同市内で火災が発生しておりますので、うん、付近の皆様はご注意くださいということで、多治見市消防本部からのお知らせ入りましたので、はい、皆さん気をつけていただきたいと思います。そうですね、さて、ボンテンマルさんがですねマイク代わりに持って歌ってたらこれってことでこれです。それですよ、はい、これですこれラジオ聞いてるし何が何か分かれへんやん。分からない方がいい。写真送ってきてくださってます。はい、分からない方がいいです。これってどこに当たるの
あなたの方が詳しいんじゃないのこれ。知らないわ。知りません。ね、なんかモイからもさ、もうヒロプーのことでなんかいっぱい、ね、いろいろありがとうございます。多分ねこの後ねヒロプーが一人一人こう皆様にねこうお返しすると思います。そうよ、帰る新幹線の中でもうでさ、新幹線乗るやんか、うん、一番前、あのほら古いタイプの新幹線だと前にしか充電がなかったりするから、うん、それそこにも座らせてもらう、空いてたら座って、うん、まあほら自由席やんか、うん、で座ってもうひたすら売ってます。だって3駅やもん、すぐよ、40分ぐらいで帰れる。あ、そうか、大阪まで。そうか、そう、岐阜羽島までこっからだってすぐでしょ、20分ぐらいでしょ、車で。そうだよね、そうなんですよ。そっか、でもさ、これからさ夏のイベントってことで、うん、あのほらね、お昼のさ、ほら OL の方も忙しいだろうけども、うん、夜のね、そのガルフの営業とかもさ、ああ、そうね、まあでも今は本当に8月に迫っているそのガルフ味があるからね、本当に CA になれるの。本当に、あの皆さん、あの知らない人もいらっしゃるかもしれないんですが、はいはい、私の幼い時からの夢は CA だったんです。そうなの、この子ね、あのカート引くのが夢だったんです。そう、カート引くのが夢だったですし、あとなんかこう機内食を配って回る、うん、あとはなんかお客様で毛布をこうかけて差し上げるみたいな、もう全部、あのほらドアクローズもやって荷物も上げてあげて、全部したかったの。バカなおかまでしょ。いや、 いやでもさ、生まれ変わったら絶対 CA になりたい、うん、でもね、ヒロプね、あんたすごいなと思うのは、最近さ、本当動画作りもハマってるっていうけど、あんたはね、あのね、ヒロプーちゃんは本当すごいなと思うのは、凝り出すともうすごいプロ並みのね威力を発揮するのよ、この子って。いやいやいや、でも動画とかは本当にうちのさ、お店のママとかね、あと監督、あの千秋さんとかがね、うんうん、すごいやってるの見て、千秋ちゃんね、見て、あ、自分もやりたいと思ってやり始めただけで、すごいもういろんな人からいろんなこと教えていただいてるから、うん、やれてるだけで。あなた何謙虚ぶってんのよ、それで。最後ででも姉貴たちをちょっとこの間ね、出しにしてドラマ作りましたけどね、うん、そうなの、そのね、あの動画を見せてもらったんだけど、お姉さんたちのあれ結婚記念日、兄貴の誕生日、義理の兄の誕生日で、うん、姉貴と兄貴は、まあ、あの僕がほらゲイって知ってるから、うん、まあ、あの分け知りなんだけど、うん、家の分け知りじゃなくてもう知ってるんだよね。知ってるんです、うん、そしてなんかこうドラマ、あのセリフを渡して、うん、でドラマっぽいのを撮って編集して、そのまた志保が減ったでさ、演技が、そうなんか大根っぽかったって言ってたんだよ、ヒョップで言ってたんだよ、ヒョップで。でもそれをちゃんとプレゼントしようと思って、うん、でちょっとドラマ仕立てにして、そうなの、それがねすごくよくできてるの。ありがとう、すごい。 YouTube 上げようかしら。いいんじゃない、あれ上げたの。いいかしら。いいじゃない。そうなの。いいんじゃない。それもありかな。あり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 。あれ、あの限定公開みたいなのできないのかな。あれはできひんやろ。あれはできひん、できひんと思うけど。できんな。でもさ、今年の夏ももっとさ、6月もさ、今日ね、沼田まず来週から7月なんだけれども、やっぱ7月のさ、ヒロプーはさ、どんなことこうチャレンジじゃないけどさ、チャレンジ、うん、もうでも本当にね、今はもうそのお店のイベントのことでもう本当に楽しくて頭がいっぱいだし、あとね、今なんかやることやることがもう楽しくてしょうがないんですよ。それが一番やっぱね、人生さ、ほら40超えて余計になんか楽しくなってきたって、そこでさ、楽しいね、もうそういう風に生きてきて、生きたいと本当に思っちゃうよね。だってそのね、楽しいことしかしたくないもん。そう、バスの中で、うん、その海に行くときにバスの中でこうかけるビデオもね、うん、今ママが作ってて、うん、でうちのお客さんとかみんな全世界ね、うん、香港とか、うん、カナダとかに行ったときにちょっとした動画を撮ってきてくれたのを、うん、なんかこう動画編集して、うん、飛行機の中みたいな感じの動画をバスで流せるように、うん、今そのもううちのママコニちゃんが作っててさ、ね、多分さ、これさ、モイとかでさ、お店で見てくれてんのかな、うんうん、コニさんの皆さん、ね、でそれもね、うん、あのうちらはちょっとほら海外に行けないから、うん、神戸で朝5時半から撮影して神戸に来ましたみたいな。すごい。そうで、マーヤっていうね、うん、マーボーっていうんだけど、ちょっと頭がメロンパンみたいな男の子がいるんで、おいおいそんな、いる、他に表現ねえのか。うん、でもなんかそうなのよ、あの一緒に行ってね、うん、朝から神戸の街で撮影したり、うん、なんと楽しくやってます、うん、ね、ということでね、まあ、あの、うん、男の子と男子校なんて男しか入れないんだけれどもそうなんだよね、なんかこの話を聞いてなんとなく皆さん想像して楽しんでいただくっていうかさ、うん、それ想像するっていうことも大切だと思うのよ。そうだね、人の話聞いてこうわーってイマジネーションじゃないけど、あ、こういう場所なのかな、自分はいけない、私はいけないけど、こういうとこなんだねっていうところがさ、そうだよね、今メロンパンまあやってきたよ、ちょわきだってさ、違うの、他に言い方ないわけ、髪の毛がなくて後ろさ、ギュッて後頭部をギュッてやって写真撮ったらさ、うん、メロンパンにしか見えないんだよ。そこでなんかメロンパン、ちょっと帰り写真見せるわ。帰りビビンで事故んで、あんなの運転中見せたら、そんなにすごいの。すごいよ。え、でもすごいええ子なんでしょ。めっちゃいい子、同い年やねん。あ、そうなの。でもメロンパン、メロンパンマーヤ、でも可愛い。でもメロンパン
ってなんか可愛い感じするじゃん。可愛いと思う。亀の甲羅にも見えるけど。まあでも本当そんな。褒めてるの？いや褒めてる褒めてる褒めてる。うん、みんないいお客さんいっぱいいるしね。なあということで、まあ夏といえばやっぱり海ということでね、本当気をつけてね。あのその前に、まあ、あの気をつけていていただくんだけどさ。何をよ。そう 海とかね、いろいろでしょ。ケイちゃんはどうなの？夏ってやっぱ忙しいんでしょ？夏はね、来週はね東京のドゥープ東京っていうですね、まあ、2丁目にあるイタリアンスパニッシュレストランで、1周年のイベントの司会があったりで、だって今日だって東京から戻ってすぐここよ。すごいよね。そうなんですよ。で、まあ、先週は、今週はね澤田翔子さんというね、歌手の方と、澤田翔子さんとあのユーストリームの番組をやった、で7月はまあそういったイベントごとだとかあるんですけど、はい、8月がねやっぱりこう多いんですよね。そうだね、ライブですとか、あとあの花火大会の方でうそうだよね。なんかねイベントをやるところの司会をっていう感じがあったりとか。でもさ司会とかってすごく羨ましいなと思う時がある。まあケイちゃんだからできるのかなって思うけど。ヒロプもね本当ナレーションとか本当に、ね、いやナレーションちょっと聞いてくれたんだよね。聞いたんだけど、この子本当うまい。いやありがとうございます。こうやってアピールもっと言って。そうよ、こうやってアピールしとけば10月の改編もしかしたら滑り込めるかもしれない。そうね、そうすごい、それちょっと期待しちゃう。でも交通情報読むのも夢だけど。あ交通情報じゃあね夕方の番組。夕方の番組。あいつ下ろせばだ。いいから大丈夫。誰いやいやいや、でもほんまその天気予報読むのも憧れだし、なんかでも楽しいわ、こうやって喋ってるのが今日だから久々だったからね、と来るのが楽しみだった。でもさやっぱうちの番組3時間は本当必要だよね。もっといる、いやもっといるよ。だって今日話し切れてないもん。切れてないよね。もっと話したい。完全燃焼よね。ちょうど今日ね集合時間がいつもより1時間遅かったので、1時間も喋ってないから。そうなのよ。もうね、私の声も80歳ぐらいかしら。でもさ、やっぱさ。なるほどね。人の3倍、2倍とか3倍とか喋ってるやんか。もうやっぱりさ、これさ、ヌバタマ Z in 大阪やんないとね。いや、だからやろうよ。やろう、めちゃん。いや、本当にやりたくない。そうだよね、その時に一応ゲストさんもお呼びして。あ、そっかそっかそっか。そうそう、ゲストさんと一緒に歌って踊るってどう？そうだよね。それでほら、だって全部もう皆さんほら名前別に本名出さなくてもいいわけだし、でもほら、うちのお客さん前さ、万博の太陽の塔の前で20人で踊ったでしょ。そうなの、すごかったの。万博とか、あとなんだっけ、あそこの万博会場と、あとね、太陽の塔のとことか、あとなんだっけ、あとあそこ、菜花の里の、菜花の里とか、とか、あ、違う、菜花じゃないわ、あそこなんだっけ、USJ？USJ もだ。じゃあもうみんなでこの1曲踊って、でみんな見てるのよ周り。オカマばっかりをみんな踊ってんの。そうで一般の人でみんなお花見の帰りとか見てんの よ, 見てんのよ。だけどみんなで踊って、ね、一つのプロモができるわけ。そうなの。それもさ選んで選曲の歌がさ、選曲してる歌がさ、あのマジックオブライブ、太陽とシスコムーンよ。さっきのはね、さっきのはね、見せたのはね。でもほんとそんなんやってるけどさ、やっぱりなんか楽しいっていうのが一番よ。一番だよな。本当そうですよ。でもさ、皆さんねぜひね、まあ、ヒロプーちゃんもさ今度さ、あんたいつ、本当ね今日ねヒロプーが来るのっていうことでね、いろいろねメッセージもいただいてるんですけども、ね、ありがとうございます。もう全部紹介本とできないもんね。全部できないの。あら、みんなも見てくれてるよ。ありがとうございます。いやありがとう。名前出していいのかしら。今度名前出していい人は出していいよって言ってくれたら。そうだね、うん、ぜひぜひ。やっぱりね、メロンパンマーヤとか言わないので、皆さんちゃんと。あね、やっぱのキングナイさんとかもね、あのヒロプちゃん久しぶりに登場、4ヶ月ぶりって何してたのよ。そうよ。でも一瞬の、本当にもう1ヶ月ぐらいの感じなのよ。早いよね。早いの。そう、矢上純子さん、先週のソングス金曜日矢上純子さんでしたけどって約束いい曲ですねっていうことで、先週矢上純子さんから、あのメッセージいただいて、ね、本当にアルバムもね発売してますので、Here We Are じゃないわHere I Am、矢上純子さんのアルバムも、ね、発売されてます。とってもいいアルバムなので、皆さんもよかったら聴いていただきたいなと思います。多分これ曲カットでずっと喋るってことだよね。あと何分ねえ、あとさ、次いつ来ようかな。いつ来る？でもさ、本当さ、え？なんかやりたくない、秋ぐらいに多分この番組さ続くと思うのよきっと。うん、わかんないけど続いてよ。続かないかもしんないけど、改編って7月なわけ、あ、秋なわけ、秋だけど、うちねやっぱりちょっとやばいかな。でもさ木曜日休み取れたら来れるからさ。そうね、そうなのよね。まあそうね、7月もちょっと木曜日休みがあるのはあるから、やっぱりうちもスポンサーちゃんと募集した方がいいってことかしら。素
敵。いやすごいいいんじゃないそれ。でもなんかさ、まあ本当にこう秋ぐらいにねまた、うん、そうだね、ヒロプまた夏終わりぐらい、9月ぐらいに来ていただくかね。すごいよ、ね、また大暴れよ。大暴れよ。もうノンゲストでずっと喋りっぱなしね。いやでも最近思ったけど、うん、もう全国の人でしょ。そうそうそう、メールとかいただいてるのが、うん、これはすごいと思うね。うちね、そのユーストリームとかで聞いてるわけでしょ。あ違う、ユーストリームないわ、サイマル放送、ね、サイマル放送で聞いてくださってるわけでしょ、うん、でもね、そうなのよ。だからまだね、まだまだね、この番組が続くかどうかっていうのはね、皆さんのねメールとかファックスにかかってますので、そうです、じゃんじゃんまたね聞いてね、メールファックス送っていただきたいと思います。それではヒロップ、はい、また本当にね遊びに来ていただきたいと思います。今日のね、スタジオゲストはヒロップでした。どうもありがとう。ありがとうございました。ということでヌバタマ Z、はい、来週は7月の4日となりますけれども、はい、2時間ねまた聞いてください。今日のお相手はケイジロとヒロップがお送りしました。ごめんなさい、ごめんなさい。ということでまた来週。はい、またです。はい、バイバイ。